かつてマハトマ・ガンジーはこう言いました。目には目をという考え方では世界中の目を潰してしまうことになります。それでいいんです。これガチかもしれない。ワニレックスのレックスを言いました。うちはパーク立ち入り禁止にしようぜ。毒物の見解としてどういうことだ。これ来そうです。何の時間だよ。奇妙な入り口への扉はすぐそこにあるのかもしれません。どうも極太ダイナマイト小助です。高一です。今回はですね、はい、人体実験総集編です。よー、実験シリーズ総集編です。はいよー。お総集編はもう大好評ですから、はい、皆さん長いのとにかく出してくれよと言ってきますし、うん、それとかつ人体実験はまあ人気カテゴリーなんで、うん、待望だったんじゃないでしょうか。そうだね、はい。まあ、なんかいつもこれをね寝る時に使う人が多いと思うんだけど、はい、今日の総集編はちょっと怖すぎて寝れないかもしれませんね。なんだってね、その口調クソ腹立つな。何に影響されてます、その人格が出てくるんだ。まあでも内容が詰まってるんでね、面白くて寝れなくなってしまうかもしれませんが、最後までぜひ聞いてください。はい、どうぞ。どうも、ご苦労さまです。コスケです。こいちです。本日はですね、赤ちゃんに愛情を与えないで育てるとどうなってしまうのかということについてご紹介します。死ねばいいのに。まずですね、この実験をやったのがですね、古代ローマ帝国なんですよ。今じゃもちろんできない。ダメダメで。当時の王様フリードリヒ2世っていう人が始めた実験で、この人すごいいろんなものに興味を持っちゃってるらしくて、喋り始めの赤ちゃんを見て、もし親が何にも教えず親から喋りかけないでいた場合、赤ちゃんは最初に何の言葉を話すんだろうっていう疑問に思ったと。最高だな。一体何の言語が最初に出てくんだろうっていうのを疑問に思いまして、50人の赤ちゃんとそれを産んだ母親たちを集めます、うん、で倉庫みたいなところに隔離して、赤ちゃんを君たちをここで育てなさいと。もう王様なんで何でもできちゃうんですね、はい、じゃなきゃできないね。そうだよね。赤ちゃんをお世話する時のルールがありました。まずは基本的にミルクは与えろ、でお風呂にも入れてください、はい、おむつとかも変えるのもちゃんとやってください、はい、やってはいけないこととして、うん、まず赤ちゃんの目を見てはいけません。笑いかけるのも禁止です。話しかけてもいけません。はいはいはい。でこの6つのルールを守った上でこの50人の赤ちゃんを育ててくださいと。なんかすげえ漫画みてえな。そう、ほんとこれ本当にあった話だよね。異常だよね。すげえ、確かにめちゃくちゃ気になる。まあ、そういう実験を行いました。実験結果を先に言いますと、この50人の赤ちゃんたち1年もしないうちに全員が死んでしまいます。ストレスで死ぬんだ。はい、亡くなってしまいました。まあ、でも私も現在進行形ですけど、テストを受けて生きた証がこうなってますから、生存ルートがこうなる。親に、親の愛情を受けないで育てられた。これ言語自分で取得した。そうだ、お前自分で。すごいな。ずーっと食パンの耳しかくれなかった。なるほどね。その後こうなります。やっぱ実験結果としては結局失敗なんですよ。なんか赤ちゃんはあーとかうーとかぐらいは言ってたらしいんだけど、うん、母親からはもう全て無視しろっていう命令だったから、何もせずそのまま死んでしまったという話なんですよ。マジか。これを見てフリードリヒ2世はもう二度とこの実験はやらないっていう風に決めまして、もう一回やろうって言ったらね。それは本当にやばい。すげえな、マジで。バケモンすぎる。それただ殺したいやつなんだ、ね、はい。それからまた時が経ちまして、はい、心理学者がまたこれ実験を行います。マッドサイエンティストもめちゃめちゃいっぱいいますね。今回はですね、2つのグループに分けると、はい、一方は普通に育てる、今まで通りただ監視してるだけ、はい、もう一方は同じように、はい、もう愛情を一切与えない育て方をするっていう実験を行います。でその結果スキンシップがな
なかった方のグループの赤ちゃんは祖母全員死亡してしまったという。愛情がねやっぱ必要なんだね。本当にそう。同じような実験が実はもう一個ありまして、これはちょっとねどこの人かわからないんだけど、うん、まあ、心理学者のルネさんっていう人がですね、うん、戦争で孤児になっちゃった赤ちゃん55人いまして、うん、心理学的な実験をしようと、まあさっきの王様と同じように、うん、まあ、赤ちゃんとのスキンシップを一切取らないっていう実験を行いまして、はい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 、この55人中ですね、うん、27人が2年以内に死亡、うん、あ死んじゃう、はい、で17人が大人になる前に死亡します。で残りの11人は大人にはなれたんだけど、はい、知的障害とかの障害が残っちゃって、はい、なので普通の生活は送れないような状況になってしまったと。ということですね。えぐいな。でこの当時王様たちもなんで赤ちゃんが死んでしまうのかっていうのは分かってなかった。はい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 。要は普通の赤ちゃんと同じで栄養を与えてるから。そうだね。だから完全に母親の愛情があるかないかっていう。そう。その後にとあるホルモンがですね、はいはいはい、発見されるんですよ。ほう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 。それがオキシトシンっていうホルモンなんですね。超有名だね。ですよね。幸せホルモンって呼ばれるんだけど、はいはい、これがストレスを和らげたりとか血圧を下げたりとかっていう効果があって、うんうん、現代だとカップルでハグとかキスをしてね、あとあとそうですね、はい、そうですけども、ハグとかキスですね、ハグキスとかの、まあ、スキンシップによって分泌されるホルモンだ、はい、これが赤ちゃんたちは分泌されなかったからストレスが軽減されずに死んじゃったんだ、ね、死んでしまったと。俺じゃあオキシトシンダラダラいつも出てるってことかな。お前だから一人でオキシトシンしてるね。一人でオキシトシンしてるって何や、新しい用語っていう実験が行われてましたね。僕ぶとダイナマイト。ロシア睡眠実験。人間が生きるためには絶対に必要とされる睡眠をあえて取らせず、眠らずに戦い続ける兵士を作るために行われたとされる非人道的な実験。あなたは最大で何時間起き続けることができますか？ロシア睡眠実験は1940年代後半に行われたとされる人間の不眠に関する人体実験です。実験の目的はとある睡眠抑制ガスを使用し、人間を不眠状態にすることで眠らずに戦い続ける兵士を生み出すというものでした。これはまさにワンピースのパンクハザード編で出てきた戦争のために巨大化実験をさせられていた子供たちに似ていますね。ロシアはこの睡眠実験のために5人の無期懲役犯を用意し、1つの部屋に監禁しました。その後、睡眠抑制ガスを部屋に充満させ、被験者たちの会話や行動をマジックミラー越しに観察していました。この実験の際にロシア側はこの5人に対して1ヶ月間生きるために最低限必要な食料などを持たせ、もし君たちが30日間起き続けることができたら今までの罪を全て免除し解放すると約束しました。ちなみに日本人の平均睡眠時間は6時間27分らしいです、うん、あーでも短いね。割と短いね。割と短いね、うん、初めになんか前世紀の武井壮は1日45分睡眠だと嘘つけ。マジマジマジ。1日45分あの人人じゃないよ。あの人焼肉であの手焦がすとこって。いやーなんでなんで手鍛えてるらしい。わからん。まあ後日1日45分が否定されて、うん、何個かに分けてるみたいなこと言ってたけど。あ、なるほどね。そんな人間いないの。1日45分しか取らないいざ実験が開始されると、被験者の5人は始まってから3日程度は何事もなく、普段通りの生活をしていました。しかし、実験開始から5日目、被験者たちは次第にストレスを感じ始め、それまでに見られた被験者同士の会話が一切なくなり、何もない壁に向かってありもしない作り話を話すようになりました。そして、実験開始から9日目、突然1人の被験者が叫び声を上げながら部屋中を駆け回り、釣られるようにもう一人の被験者も叫び声を上げ部屋を走り回りました。ちなみにこの動画はコウスケのルーティーン動画で、黄色いアイコンの極太ダイナマイトという YouTube 上のダークウェブチャンネルに掲載されています。結構もう異常行動が見られてえぐいよね。すごいスピードだったしね、うん、普通の人じゃやっぱ考えられないような動きというか、イカれてるとしか言いようがないという、うん、形容できない、ね、そうだね。で最終的に自分のうんこを紙にこう塗って、うん、マジックミラーのとこにこうペタ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 貼りまくるっていう全面うんち
にしちゃったんです。そう、高一と一緒だね。やってないやってないやってないのよ。高一のルームの壁一面うんこ。やってないやってない。苦情来るよね。そんなことしたら。いやすごいな。やっぱぶっ壊れてきましたね。睡眠って大事なんだなって。そう当たり前なんだけどね。当然。あまりにも不可思議な行動に研究者たちも慌てながら様子を見ていると、叫び声を上げていた被験者たちも含め全員が静かになり。突如として部屋は静寂に包まれました。そこで研究者たちは被験者に向かって部屋を開けるぞとアナウンスをしました。しかし被験者はここで衝撃的なセリフを言い放ちます。この実験を続けてください。なぜ彼らは実験を続けたがっていたのでしょうか。ちなみに僕高一は時速60キロで走る車の窓ガラスから手を出し、風を手いっぱいに受けると女性の胸を揉んだのと同じ感覚という実験を行い満足しました。そして実験開始から15日目、研究者たちの会議で密室内を換気し睡眠抑制ガスを外に出すことにしました。すると被験者が再び叫び声を上げ始めたのです。状況を確認するためにロシアの軍人がドアを開放し密室に突入、そして叫び声を上げている被験者を確認すると衝撃的な光景が目に入りました。なんと被験者の一人が血だらけになって亡くなっていたのです。その血にまみれた体をよく見るとところどころ肉片がなく、その肉の多くは排水口に詰まっていたそうです。その被験者の姿がこちら。後に生き残った被験者から話を聞くと、亡くなった被験者は自ら体をかきむしっており自分の体を食べていたとのことでした。なんか10%とかしか使ってないっていう、ね、何パーか忘れちゃったけど、うん、だからさ 100% やればもう本当に自傷行為とかもうブチってやってセルフアンパンマンできちゃうんだよ、ね、セルフアンパンマンっていうのそれほらアンパンで食べないよみたいなこともさ、こう自分であげないよこう食べてこうやってたってことでしょアンパンマン寝てないのかな、まあ、まバッキバキの15日目なのかな実はヤンセイタカシのびっくりな衝撃映像でしたけどなるほど、これはやばいね。その後死亡者が出てしまったためにこの研究は中断され、残りの被験者たちは病院に緊急搬送され治療が開始されました。医者は被験者に対してすぐに睡眠を取りなさいと伝えるのですが、被験者は激しく抵抗しなかなか目をつむりません。そこで麻酔薬を使ってやっとの思いで眠らせると、それまで息があったはずの被験者の一人が息絶えてしまいました。その後治療を受けていた40代男性の被験者は治療中に自殺。治療が終わり生き残った被験者になぜ実験を続けることを望んだのかと尋ねると、寝たらダメなんです、あの人に言われたんです、と話し病院で暴れ、駆けつけた兵隊に銃殺されてこの実験は幕を閉じました。なるほどね、はい、分かってたことだけど、なんかこれも前赤ちゃんやってた時と一緒っちゃ一緒だけど、好奇心でやった実験というか、はいはい、まあなんとなく予想つくじゃん、だって寝ないといけないっていう本能じゃん、うん、だからやっぱそれ振り切っちゃうとやっぱもうわけわかんないことになっちゃうね、うん、ちなみにこの話はクリーピーパスタと呼ばれる海外の都市伝説サイトに投稿された話なので、この睡眠実験自体は全て嘘です。当然ロシアがこのような睡眠実験を行っていたという証拠や論文はありません。しかし戦時中に睡眠を遮断する拷問などが行われていたのは事実なので、この都市伝説にも本当の話が混ぜ込まれていると言われていますっていう人体実験でした。やっぱり寝ましょうということですかね。うん、間違いないですね、間違いなく言えること。起きてるって言ってもね24時間ぐらいだろうか、だから発狂して自傷行為を起こすか竹磯になるかの二択ですから本当にどんなに眠い時でももう45分でもいいから寝た方がいい、そういうこと、そういうこと本当にそうです。僕ぶとダイナマイト。人体実験、我々人類は今までに数多くの過ちを犯してきました。人体実験もその中の一つで、特に心理学実験という分野では現在では決して許されないような実験が行われてきたんです。今回は20世紀のアメリカで行われた人間の邪悪な側面をくっきりと浮き彫りにした実験、スタンフォード監獄実験についてご紹介していきます。結構有名な実験なんで知ってる人もいるかもしれないんですけど、簡単に言うと人間の性格は元々あるものじゃなくて、その環境によって変わるっていうものなんですよ。よく聞くね、国分と実験シリーズということですね。はい、そうです。ではどうぞ。
スタンフォード監獄実験とは、1971年アメリカのスタンフォード大学で心理学者のフィリップ・ジンバルドーが本物によく似た疑似刑務所を作って行った実験です。この実験でジンバルドーは、人間の行動はその人の気質や性格で決まるのではなく、置かれた状況によって決まるということを証明しようとしました。ことわざの種に交われば赤くなるみたいな感じで、皆さんも結構周りの人に自分自身が影響されてるなというのは感じたことがあると思います。で、どのように実験を行っていたかというと、まずごく普通の大学生を100人ほど集めて心理テストを行って、気質や性格が中でも標準的な若者を抽出しました。そしてランダムなグループ分けで11人が監視役、10人が受刑者の役割を与えられて、2週間の予定で実験はスタートしました。そして実験をよりリアルにするために、警察の協力を得て本物のパトカーと警官によって実際に逮捕して疑似刑務所に連行したそうです。その後、本物の犯罪者と同じように指紋を採取して、監視役たちの前で服を脱がされ全裸にした上で白み駆除剤を体に散布されました。まあ、この辺は結構漫画とかでもあったりしますよね。受刑者役が着用するのは、胸と背中に番号が記された薄い布で作られたワンピース型の囚人服だけでした。下着はつけられなかったそうです。で、頭には女性用のストッキングで作った帽子をかぶせて、片方の足には金属製の鎖までつけていたそうです。一方、監視役に対しては軍服や警棒、表情を読み取られないようにサングラスを支給しました。まあ、こんな感じで権威や力や支配みたいなものを強く感じさせる服装をさせたんですね。で、準備が終わったところで実験は始まります。まず1日目、監視役の大学生たちは自分たちの役割に戸惑いを感じていました。監視役の証言には、命令を出す役割は非常に居心地の悪いものでしたという記録が残っています。そして実験は2日目、徐々に監視役の大学生が威圧的に振る舞い始めて、不満を募らせた受刑者役の一部がベッドでバリケードを作って自分たちの官房に入ってこられないようにしました。で、これに対して監視役は別のグループの官房に入って連帯責任として彼らのベッドを奪い取って床で寝させたそうです。そして実験は3日目、監視役は権力をさらに行使するようになります。この時、点呼は朝昼晩で1日3回って決まってたんですけど、この点呼を真夜中にもやるようになりました。そして夜間のトイレの使用を禁止して、バケツにするように指示していたそうです。しかもその汚物は朝までそのまま放置されていました。これに対して文句を言ってきた囚人には狭い独房に監禁するようになりました。こんな感じで罰として腕立て伏せみたいなこともさせていたそうです。で、この実験は暴力自体は禁止されていたので直接手は出さないんですけど、こういった精神的虐待みたいなのが始まりだしたのがこの3日目でした。で、この時まだ3日目なんですけど、監視役の証言記録がめちゃくちゃ衝撃的でした。日が経つにつれ、監視の役割を積極的に果たすようになりました。深夜2時半に囚人を苦しめるのが楽しかったんです。囚人を家畜のように考え、この連中が何かをやらかさないように注意しなければならないと思っていました。いや、結構やばいっすよね。まだ3日しか経ってないんですけどね。そして実験は4日目、受刑者役の大学生たちは監視の言動についてかなり無抵抗になっていきます。で、監視はさらにひどくなって、トイレットペーパーの切れ端だけでトイレ掃除させたりしていたそうです。まあ、それで言うと、ダウンタウンの浜ちゃんが言ってた日照学園は素手で便器洗わされてたんで、それよりはマシなのかもしれないですね。そして実験は5日目、監視役の行為はさらにエスカレートしていきました。受刑者役を四つん這いにして、なんと動物の性行為の真似を強要したんです。で、記録には監視役から受刑者に対する侮辱の言葉が、実験初日は1時間あたり 0.3 回だったんですけど、実験5日目にはなんと 5.7 回に増えていたそうです。そして実験6日目、受刑者の2人がストレス障害を起こしてしまいました。ここで2週間を予定していた当初の計画は大幅に短縮して、実験は打ち切られることになります。で、めっちゃめちゃ怖いんですけど、監視役の人たちはなんと話が違うじゃないかということで、実験の続行を希望していたそうです。後の証言記録で、監視役の実験者たちは、あの時の自分は本来の自分とは別人になっていたと語っています。で、この実験が示したものとしては、状況の力が人間の行動にもたらす影響はものすごいということですね。監視役の被験者たちは自分たちの役割を当然のことだと思って、受刑者に対して残酷で非人道的になっていきました。たった6日で人が変わっちゃうっていうんですが、かなりやばいですよね。で、ちなみになんですけど、この実験を行っていた心理学者のジンバルドーもこの状況に飲み込まれて冷静な判断ができなくて、2人の受刑者がストレス障害を起こして離脱した時も、ジンバルドーは実験をやめようとしていなかったそうです。で、まあ、最終的には同じ心理学者をやっていた恋人から、それはさすがにやばいんじゃねって言われたということで、実験の中止を決断したらしいです。まあ、そう思うと男に対する女の発言もかなり影響ありますよね。結構いろんな漫画とかさ、うん、なんかアニメとかにも題材にもなんか出てくるぐらい有名というか、はい、映画もできてますから。うんうん、今日これだけなの？それですね、うん、この実験すげえ有名なんですけど、はいはいはい、その後ですね、うん、この実験に関する資料みたいなのが出てきたんですよ。はい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 。それによるとですね、うん、どうやら、うん、この実験嘘だったんじゃないのっていうまさかの極太みたいな内容だったってことですか？そうなんですよ。これあのね、僕の YouTuber 誰も言ってなかったんですけど、はいはいはい、多分、いや、まだ分かんないですよ。分かんない、はい、ちょっとじゃあその資料見てください。
はい、世界一危険な心理学実験とまで言われたスタンフォード監獄実験なんですけど、実はその後カリフォルニア大学のベン・ブルム博士が今までに発表されていなかったジンバルド教授への音声記録テープの調査と実験の参加者数人にインタビューをしました。その結果、当時囚人役をやっていたダグラス・コルピが演技をしていたということを認めました。彼はテストがあったから実験から抜け出そうとして狂ったふりをしていたそうです。そして実験に参加した大学生はかなり実験を楽しんでいたこととか、看守が暴力をするのは禁じられていたから危機感を感じたことすらないと言っていました。まあよくよく考えると同じ大学に通ってる大学生だから割と安心感はあるかもしれないですよね。でさらにジンバルド教授が看守に囚人のことを怒るように指示していたことが明らかになりました。音声記録によると、実験前の打ち合わせで肉体的に傷つけたり苦痛を与えるのはダメだけど、退屈させたり不満を感じさせたり少しは恐怖を感じさせてもいい的な発言もあったそうです。で元看守役の人は結構サディスト的なふりをしたと語っています。でもっと言っちゃうと、その後何回かスタンフォード監獄実験って再現されようとしてるんですよね。でもこんな風に看守役が囚人役をいじめるみたいな結果は得られてなくて、最近ではさらにこの実験への疑念が持たれるようになってます。でさらにこの実験って具体的なデータほとんど提示してなくて、結構参加者の証言に頼ってるんですよね。でやっぱみんなも経験あると思うんですけど、結構過去のことって大きく盛りがちじゃないですか。まあ、よくあるのはヤンキーが俺昔悪かったぜみたいな感じで勝手に記憶をこう改ざんしちゃうことってよくあると思うんですよ。まあ、実験としてはマジで監視役の性格が変わっちゃう可能性はあるので、もう二度と実験することはできないんで、結局結論的には諸説あるっていう風になっちゃうんですよね。だからもしかしたら本当に性格が変わっちゃうかもしれないし、音声データの通りでこの実験は演技をしていただけなのかもしれません。まあ、これがスタンフォード監獄実験のリアルです。でまあスタンフォード監獄実験を扱ってる YouTuber たちはこのことあんまり言ってなくて、まあ、嘘と真実を見抜けない人に YouTube を使うのは結構難しいのかもしれないなっていうふうに思いました。ノイバウは社会実験という名前なんですけども、聞いた時ないね。簡単に言うと、三つ子をバラバラで別の家族に育てさせたら、どんな変化が起きるのかっていう実験なんですよ。果たして成長は遺伝子が強いのか、環境が強いのかっていうのをモニタリングするという実験です。めちゃくちゃ面白いけど、めちゃくちゃ最高なことしてるよ、ね、めっちゃイカれてるやつ、また出てきちゃいました。またっすか。お金の匂いがしたんですか。しました。いいでしょう。ではどうぞ。皆さん、もし自分と同じ顔、同じ声をした人間が近くにいたらどう思いますか？1980年、ロバート・シャフランはニューヨークのサリバン・カウンティ・コミュニティ・カレッジという大学に途中入学しました。すると入学した初日なのにもかかわらず、見知らぬ人々にハグやハイタッチで温かく出迎えられて、男子大学生は親しげにロバートの背中を叩いて、一人の女子学生はキスまで求めてきました。もちろんロバートは入学初日なので、彼らを誰一人として知りません。で、一番不思議なのは、ロバートは彼らにエディと呼ばれました。この異常な状況に唯一気づいた人が一人、それがマイケル・ドミッツという学生でした。マイケルはロバートに会った瞬間に何かを察知して、ロバートに対して養子であるかどうかと誕生日を確認しました。ロバートはマイケルに対して養子であることと誕生日が1961年7月12日であることを伝えると、マイケルは衝撃的なセリフを言い放ちました。おそらく君にはエディという双子の兄弟がいる。そしてマイケルは彼らは一度会ってみるべきだと考えて、ロバートとエディを引き合わせることにしました。そして顔を合わせたロバートとエディは、自分たちが1961年7月12日にロングアイランドで生まれてすぐに引き離され、別々の家族の養子となった双子の兄弟であることを悟ったんです。この時の状況についてマイケルは後にとあるドキュメンタリー動画でこう語ってます。同じ笑顔を浮かべて、同じ髪型で同じ表情をしていた、彼らは双子の兄弟だったのさ。めちゃくちゃそっくりなやつがいて、髪型もそっくりでってビビるよな。ビビるよね。しかもモテモテだったっていうね、もう一人は。そうだね、キスされてきた。そうそうそう、すげえなそれ。そう、ちょっと驚きだよね。それ結果さ、どうだったんだろう、環境とかの話。ああ、じゃあちょっとこっから続きを。ああはいはいはい、どうぞ。数奇な再会を果たしたロバートとエディのニュースは地元メディアでも取り上げられました。そしてこれが新たな展開をもたらすことになるんです。ニュースが流れて間もなく、クイーンズという場所で暮らすデイビッド・ケルマンという人物から連絡がありました。なんと彼もまた姿、話し方、仕草が双子の兄弟とうり二つだったんです。そう、彼らは実は三つ子でした。この三人の青年、ロバート、エディ、デイビッドはどこからどこまでもが同じで、食べ物の好みも好きなタバコも一致して
していました。そして彼らはすぐに意気投合し、一緒に暮らすことにして同じ大学に転入しました。その時ロバートはこう語っています。初めて会った時はシュールだったよ。でも一緒になったら想像したこともないくらい楽しくって、本当に長い間いい感じだった。正直この写真全員同じ顔なので、どれがロバートかわかんないんですけど、確実にどれかはロバートです。そしてこの3人の青年たちは自分たちがなぜ引き離されたのかを調べることにしました。するととある衝撃の事実を知ってしまうことになるんです。それがニューヨークで精神科医をしていたマンハッタン幼児教育センターのピーター・ノイバウアーによる社会実験によって引き離されていたことが分かりました。ノイバウアー医師は双子の成長を研究するために多くの新生児の双子を離れ離れにして別々の家族に預けてたんです。しかも衝撃的なことに、これはなんと政府公認の実験だったそうです。ノイバウアー医師は人の成長に関係しているのは遺伝子なのか環境なのかという問題を解き明かすために子供たちを利用していたんです。しかもこれは養子をもらった家族の側には説明されていなくて、ただ子供の発達に関する研究に参加しているということを説明されただけで、1年に1回それぞれの家族は評価のためにマンハッタン子供発達センターに訪れて試験と面接を受けていました。三つ子という事実は一切告げられてなかったんです。デイビッドを育てた母親であるクレアはドキュメンタリーの中で衝撃的なセリフを言っていました。デイビッドは随分早く話し始めました。彼が目を覚まして、僕には兄弟がいるんだと言ったことを覚えています。きっと兄弟がいるという想像をしたんだと思ってました。まさか本当に兄弟がいるなんて誰も思ってなかったんです。ということでですね、恐ろしい実験、他人事だからだけど、インタルスティングな意味で面白いというか。そうだね。でも完全にさ、両親はさ、多額の金積まされてるよね。間違いないよね、じゃなきゃね、自分の子供をあげるわけないしね、近い気するぐらい金がなかったのかもしれないよね、両親。なるほどね。そこに目つけたというか。この話ね、俺がマジで恐ろしいなって思ったのが、まあ、この実験が本当に行われてたってことは、はいはいはい、この世にもう一人コウスケがいるかもしれないっていう。あ、なるほどね。怖くて、それが、まあもう一人俺がいたら勃起しちゃうからね。なんですごいギンギン GG になっちゃう。どうしてギンギンよ。もうどうしてバッツンバッツン。なんでバッツンバッツンになっちゃうの。すっごい硬くなっちゃう。なんでよ。自分たちが実は三つ子であることを知った3人の青年とその家族たちは、社会実験に利用されていたという真相を知って激怒しました。しかし彼らができることはあまりなかったんです。あんまり詳しくないんですけど、アメリカの法律的にはノイバウアー医師たちの実験は違法にはならないようでした。現在3人のうちの1人エディは亡くなってしまっていて、ロバートとデビッドは自分たちを社会実験に巻き込んだ子供発達センターに対して謝罪と賠償並びに研究に関する文書の公開を求めています。実はロバートとエディとデイビッドの三つ子だけじゃなくて、他にもノイバウアー医師の実験に利用された子供たちがいたんです。そして彼の行った数々の研究の中で、別々に育った双子の大半がそっくりに成長していました。つまりほとんどの場合によって、環境よりも遺伝子が人格形成などにおいて大きな影響を与えるということが分かっています。ちなみにノイバウアー医師の実験に利用された他の子供たちは、今も自分の兄弟姉妹の存在を知らない可能性があるそうです。たまたまロバートとエディが近くにいたからこそ発覚した今回の実験。もしかしたらあなたにそっくりな人がこの世界のどこかに本当にいるかもしれません。ってことで以上、ノイバウアー社会実験でした。3人がさ、別れたのが多分平均的なさ、家庭だったじゃん。そうだね。だから同じ大学にも行ったし、確かに貧富の差が激しく、もう本当に環境をバラバラにする、極端なものにしたらまた実験の内容変わったかもしれない。そうだね。非倫理的だから、まあもう一回やろうっていうのはなかなか難しいですけど。そうだね。まあここで、はい、極太の見解をちょっと聞かせていただきたいなと思います。今回のこのノイバウアー社会実験、はい、僕も親だったら売ります一番非倫理的な。どれだけ金が出ると思ってんの。いいから、お前みたいなやつ絶対子供産むね。お前で根絶しろこの精子をもう三つ子タイプカットします。三つ子生まれた瞬間に全部売りますから、皆さん本当にね、国分とダイナマイトいつか消されるんじゃないかなと思いますけど、今回ちょっとねうやむやにされちゃってるからね、アメリカ政府に、まあこんな僕たちですけど、はい、愛してください。以上、国分とダイナマイトでした。どういう終わり。国分とダイナマイト。
自然の光が届かない、そして時間の確認ができない空間で4ヶ月間過ごすと人間はどうなると思いますか？僕の大好きな漫画宇宙兄弟では宇宙飛行士になるための適性テストとして閉鎖空間に人を隔離するという試験を行っていました。僕たち人間は朝目覚ましで起きて太陽光を浴び、常に時間を確認しながら人生を送っていますよね。しかし過去にはなんと4ヶ月間もの間洞窟の中で過ごす実験を行っているんです。今回は NASA とイタリアの社会学者による洞窟隔離実験についてご紹介します。1989年1月12日、アメリカのニューメキシコ州ロストケイブという洞窟で画期的な実験が計画されていました。それは光や音の届かない空間で人間が一人で何日も過ごしたらどうなるのかという実験でした。前にご紹介したディープタイムという実験では40日間人を洞窟に隔離すると人の時間感覚がどう変わるのかという実験だったんですけど、これはもうちょっと曖昧なもので一体どうなっちゃうのっていうのだけを見る実験でした。この実験はイタリアの社会学者モンタルビーニ博士と NASA の共同主催により行われたもので、実験には20人の候補者がいました。そのうちの一人がこの女性、ステファニア・フォリーニ、インテリアデザイナーとして働く27歳の女性でした。20人の候補者の中で最も明るい性格と向上心を持っていたため、この洞窟隔離実験に適性があるとして選ばれました。そして実験が開始されます。光も音もない地下 150m の洞窟の中にステファニアは笑顔で入っていきました。ちなみに事前に何日間洞窟の中に入るかというのは知らされてなくて、ゴールが見えない実験だったそうです。ちょっとありえないなと思っちゃいました。洞窟の中に作られた生活スペースには十分な食料が用意されていて、テーブル、椅子、蛍光灯も整備されて、割と普通の生活空間と何ら変わりはなかったそうです。またギターとか絵を描く道具とか外部の研究者と連絡を取り合うコンピューターもあって、唯一存在しないのは時計でした。ちなみに本が400冊も用意されていたらしくて、これ俺だったらいやどんだけ隔離するつもりなんだよって思うんでしょうね。洞窟内では毎日起きた後に体重、血圧、心拍数の測定、それから血液検査と尿検査も行っていたそうです。そして不定期で脳波の測定なども行っていたようです。起床後の検査を終えると自由時間が来て、ご飯食べたりギター弾いたり何やっても自由だったようです。もちろん太陽の光も届かないし時計もない空間なので、ステファニアは時間の感覚が全くわからなくて、実験開始から1週間経った頃には衝撃的な違いが現れ始めたんです。まずステファニアは日に日に眠る時間が遅くなっていきました。気づいたら30時間も起き続けていたり、1日の間隔が42時間になったりしていました。彼女は実験中に今何月何日なのかっていうのを知らされていなかったので自分でカレンダーをつけていたんですけど、最初の2週間をまだ10日しか経っていないというふうに感じていました。ステファニアの時間間隔はどんどんずれていって、14時間睡眠をとったのに2時間しか寝ていないっていうふうに感じたりとか、途中で行われたインタビューがなんと7時間半も行っていたんですけど、それを今どれぐらいインタビューしていたかわかるって聞いた時に、1時間ぐらいですよねって言ったりとか、完全に時間の感覚はバグってました。それまでステファニアは洞窟内の生活を楽しんでて、インテリアデザイナーだから洞窟内の居住スペースを飾ったりしてたんですけど、そんな彼女の精神も少しずつ壊れていったんです。集中力がどんどんなくなっていって、1時間前にやったことを思い出せなくなったりしていて、だんだんと洞窟を怖がり始めました。そしてこれさすがにやばいからもう実験やめろよっていう風に思う出来事も起こりました。それがなんと外部と連絡を取り合うためのコンピューターが2つ置いてあったんですけど、その2つあったマウスにジュゼッペとニコレッタっていう風に名前をつけて友達として話しかけていたそうです。これもう実験やめてあげなきゃダメでしょって思うんだけど、科学者たちは続行を判断しました。そして4ヶ月が経った5月22日、ついに実験は終了しました。実験が終わって地上に上がってきたステファニアに、どれぐらいの期間実験していたと思うって聞いたんですけど、彼女は2ヶ月だよねっていう風に答えていたそうです。この状態の俺と1日過ごすのと4ヶ月間洞窟で過ごすのどっちがいい？この状態じゃないとしても、お前とは無理。自然の光が届かない、そして時間の確認ができない空間で4ヶ月間過ごしたステファニア・フォリーニ、彼女は洞窟から出た後体を精密に検査しました。すると体重が11キロ減少してビタミンが不足して、少なくとも健康とは言えない状態になってしまいました。そして感情の起伏がすごく激しくなってて、さっきまで普通に話してたのにちょっとしたことでめちゃくちゃ切れたりとか、本を読む集中力が全くなくて全然文字を読めなくなってしまうような症状も現れていたそうです。脈拍もおかしくなって
なっていて数ヶ月不整脈が続いて、なんと生理は8ヶ月間も止まってしまったそうです。まあ普通に時間感覚がどうとかっていうか、太陽の光を浴びないっていうのが人間の体にどれだけ悪いのかっていうのがわかる実験ですよね。じゃあこの4ヶ月間の洞窟隔離実験なんで行われたのっていう話なんですけど、その理由が火星探査でした。最初にも言った通り、この研究は NASA も関わっていて、この実験で得られたデータを火星探査に行く宇宙飛行士のテストに使うのが目的でした。まあ、ちなみにこのステファニアが洞窟で過ごした4ヶ月間131日っていうのはギネス記録です。まあ、ステファニアは科学の進歩に役立ちたいからって言って自分から志願してたんですけど、俺はちょっとこの実験お金もらってもできないなと思いました。あ、まあでも本田翼と一緒ならできます。火星で生活するための隔離実験 HICs そして MARS-1 ご紹介していきます。よっ、大人気シリーズ隔離実験、ほんと最近すごいよ隔離実験、人気だよね。まあ、でも俺隔離実験は別にやってもいいんだけどね。ほうほうほう、コウスケと一緒にいる方がきつい。もうそれぐらいじゃやりませんよ、もう許しますよそれぐらいね。あ、そう、愛してるよ。気持ち悪いな。では早速どうぞ。2014年11月、6人の男女からなる科学者のグループが火星での生活を疑似体験するために建てられた隔離ドームの中に入っていきました。なんと期間は8ヶ月。この実験は HICs と呼ばれるプロジェクトの一環で、アメリカ航空宇宙局 NASA の援助を受けて行われたものです。6人のクルーたちはハワイにある火山マウナロアの中腹、標高約2400メートルの地点に建てられた直径11メートルのドームの中で2014年11月から隔離生活を行いました。なぜこんなにも人里離れた火山で実験が開始されたのかというと、より宇宙に近い環境を再現するためだそうです。実験の参加者たちはもちろんスマホなんか持てないし、外の世界とは完全に遮断されていて、外部との接触手段はなんと20分も遅れた通信だけでした。この20分という時間差は火星に向かう宇宙船と地球との通信で予想されるタイムラグを再現したものだそうです。実験中クルーたちは監視カメラと体に取り付けられたセンサーで常にモニタリングされていました。ドームの中で参加者たちはヨガやエクササイズをすることができて、晴れた日は太陽光で動くランニングマシンを使うことができました。ただ食事に関しては普通のものを食べることができず、宇宙食を模したフリーズドライ食品がほとんどでした。他にもできることが結構限られていて、なんとシャワーが使えたのは1週間にわずか6分間、なんと1日50秒ちょっとしかシャワーを使えないんです。これ僕だったらおちんちんしか洗うことができません。ではなぜこのような隔離実験を行ったのかというと、それについて HICs プロジェクトの主任研究員を務めたハワイ大学のキム・ビンステッド教授が衝撃的な理由を話しています。簡単に言えば、私たちは人間の体と心が健全な状態を維持できる方法を調べています。長い火星ミッションの間に殺し合いが起こってほしくないからです。つまり火星探査のミッションでの精神的な影響というのを調べるためにこのような実験を行っていたんですけど、 NASA が宇宙飛行士同士の殺し合いまで視野に入れてるって結構びっくりですよね。ただ1970年の国際宇宙ステーションでアメリカの宇宙飛行士の一人が管制室からの要求が多すぎるという理由でストライキを起こすという事件が一度起こっているんです。国際宇宙ステーションでの滞在日数は84日間、その最終日に丸1日のストライキを行いました。今まで生活していた世界とは違い、縛られた状況の中でいろいろなものが制限されてしまうと精神的には大きな影響を及ぼすようです。たまに携帯が重くなるだけで結構イライラするのに、他の人と通話したりするのに20分間もラグがあるってなるとだいぶ辛いのかもしれません。ということで8ヶ月の隔離実験でした。まあね、規模が大きくなってんね。でかいよな。今回のこの隔離実験は体と心が火星に行っても整った状態で生活できるようにするための方法を探すっていう実験だったんだけど、多分俺の場合隔離されてもメンタルはいかれないのよ。おお、そういう自信がある、うんうん、でもお前と一緒にいると確実にメンタルがいかれるっていう自信がある。あいつ許すって言ってたじゃん。2011年、当時のアメリカ大統領バラク・オバマが2035年頃には火星への有人往復飛行を成功させると発言しました。火星移住が果たして可能なのか、現時点ではもちろん不可能なんですけど、いつ頃可能になるかっていうのは今でも激しい議論がされています。ただ今までの常識を打ち破る発言をした人物が一人いるんです。それがオランダ人の起業家バス・ランスドルプ。彼はこんなことを言いました。私が思うに地球へ帰還するというミッションが火星への移住を複雑にしています。火星に到着できても地球に戻るのはとても難しいんです。そこで私たちは片道切符で火星に行って永住する計画を考案しました。これを
マーズワンと名付けます。彼は自分の会社の株を売り払い NPO 法人を立ち上げ、 NASA よりも早く2025年に人類を火星に送り込むと発言したんです。その方法が火星に行ってもう地球には帰ってこないという方法でした。これについてバス・ランストルプ氏は、私たちは片道切符で火星に行ってそこで永住します。そう決めてしまえばロケットは既存の大きさで十分なんです。生命維持も高性能ロボットも着陸のシステムも今あるもので十分です。そして今研究開発を進めています。人類が火星に行って生き残るのに私たちが新しい発明をする必要はないんです。この一見ヤバすぎる大胆な計画に非難の声を浴びせる人もいたんですけど、このマーズワン計画にはなんと20万人の志願者が世界中から集まりました。ただもちろん一人の起業家ではその費用を工面することはできません。ではどのようにして収益源を得ようとしているのかっていうと、その方法もかなり衝撃的でした。それがなんとリアリティショーです。彼によると火星移住計画のリアリティショーの価値はオリンピックの5倍から10倍と期待しています。放送権の売買などが大きな収益をもたらすでしょう。これはかなり魅力的な投資対象となるはずですと語っています。ちなみにオリンピックの収益は1回で40億ドルほどで、日本円にして4000億円、これの10倍となると4兆円の収益をもたらすという見込みがあるそうです。まあ本当に4兆円もの収益が出るのかっていうのはあくまで見込みではあるんですけど、確かに火星に移住した人の生活めっちゃ見てみたいですよね。まあ最初にこの地球に帰ってこなくてもいいっていう実験を聞いた時、やばいやつが出てきたなっていう風に思ったんですけど、でも確かに帰ってこないっていう風に覚悟を1回決めちゃえば本当に火星移住って可能なのかもしれないっていう風に思いました。ただそれと同時にホームシックになって母ちゃんが作った唐揚げが食いてえなってなった時に、それがもう一生できないっていうのはかなり辛いんじゃないかなっていう風にも思いました。ってことで以上、人類が火星に行くための2つの実験でした。すごいな。今回の隔離実験はさ、いつもは人間の時間の概念とかだったが、ね、未来に絡んできたな、うん、すげえ面白かったいやマーズワン怖すぎない？帰ってこなくていいって言ってんの、片道切符みたいな、本当に永住ってことだもんね。その覚悟やばいな。ちょっともう2025年だしね、想定してるのは。そうだね、コロナっていうこの情勢はあるけども、うん、どんどんなんかより濃いさ、8ヶ月からまたもっと長期にわたってこの4年は伸びるよ。いやちょっと本気なんだなって思って、本気度が違うな、なんかちょっと、うん、今回の隔離実験、いやマジで今回結構やってきましたけど、隔離実験シリーズ、これ人類の今後について極太のこれ見解をこれお聞かせいただきたいな。これ少し未来予測的にはなってしまうんですけども、うん、我々人類はですね、2025年には火星にいます。それもう信憑性ないやつの言い方だな。もう絶対行けると思ってないやつの言い方だな。住所火星皆さん、もしかしたらそんな時代がもうすぐそこにあるのかもしれません。うるせえな、お前が言ったんだよ以上、極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。どこにでもいるような一般市民がなぜ残虐な行為を行ってしまうのか、その真理を突き止めようとした心理学者スタンレー・ミルグラム。彼が行った人体実験は後の人類にこんなセリフを言わせることになる。人の闇を見た。今回は世界一有名な凶悪人体実験をご紹介していきます。今回はですね、恐ろしい心理学実験、ミルグラム実験ご紹介していきます。ミルミルミルグラムね。うん、ミルグラムですよ。うん、分かってます。何か全く分かりません全く分かんないですね。全く分かりません。恐ろしい人体実験が行われてるんです。早速見てみますか。はい、どうぞ。1960年、一人の男が捕まりました。男の名はアドルフ・アイヒマン。ここでは詳しくは話さないんですけど、彼は元ナチスでホロコーストを指揮していた人物でした。あのような恐ろしい行為に加担した男だから、当然極悪人だと思われていました。ただ彼の当時の裁判の過程で、人々は疑問に思いました。アドルフ・アイヒマンという男はどう見てもそこら辺にいるような一般市民そのものだったからです。ここで心理学者たちは疑問に思いました。ホロコーストのような残虐な行動を取ったアイヒマンは、人間という
という皮をかぶった狼なのか、それともどこにでもいる一般市民でも特殊な状況下では命令とあらば恐ろしい残虐行為に加担してしまうものなのか。そこでイェール大学の心理学者であるスタンレー・ミルグラムは残虐行為が行われるメカニズムを解明したいと思い、とある実験を行いました。それがミルグラム実験。地元の新聞広告で記憶と学習に関する実験と称して実験の被験者たちが集められました。ただこれは嘘の広告で、実験の本当の目的は人がどれだけ権威に服従してしまうのかを調べることです。集められた被験者たちはくじを引いて教師役と生徒役に分かれます。ただこのくじは操作されていて、被験者たちは必ず教師役になるように仕組まれていました。この実験での観察対象は教師役の被験者たちだけで、生徒役と研究者はグルでした。ここからが実験のスタートです。まず桜である生徒役の人を電気椅子に座らせます。そして教師役と研究者は共に別室に移ります。実験の内容としては、教師役の被験者がマイク越しに簡単な問題を出して、桜である生徒役がそれに間違えたら教師役である被験者がボタンを押して生徒に電気ショックを与え、間違えるたびに電気ショックの電圧を上げていくという実験です。ただもちろん本当に電気ショックを与えるわけではありません。桜である生徒役は役者なので、あくまでも電気ショックを与えられているという演技をするだけです。ただこのことを教師役である被験者は知らないので、桜である生徒役が電気ショックを加えられて痛がっている演技を本物だと感じているわけです。教師役は生徒役の姿が見えていなくて、桜である生徒役の痛がる演技の音声を聞いていました。ちなみに電流は 45V から 450V まであって、 450V まで流せば人間は死んでしまうそうです。さてではここからが実験の本題です。被験者は研究者の言葉に従い、どこまでノーと言わずに電流を流してしまうのか。まず結果から話すんですけど、この実験は世界的に見ても最も邪悪な実験と呼ばれるようになりました。最初は教師役である被験者は軽い電気ショックを生徒役に与えるだけで何事もなく進んでいきました。ただ 120V の電気ショックボタンを押したあたりから、スピーカーから桜である生徒役の大声で叫ぶ声が響いてきます。そして徐々に電力を上げていって、 300V の電気ショックを流したところで生徒役がもうやめだ、実験をやめてくれと叫びます。そうすると教師役の被験者たちももうこの実験をやめようっていう風に言うんですけど、研究者たちはこう言うんです。全ての責任は私たちが持つ、だから実験を続けてくれ。皆さんがもし教師役の被験者だとして、研究者にこう言われたら電気ショックのボタンを押してしまうでしょうか。この実験を行った心理学者のスタンリー・ミルグラムは、 450V の電気ショックを与えてしまう人間はものすごく少ない、ごくごく限られたサディストだけだと予想していました。ただ結果として生徒役にフルパワーの電気ショックを与えた被験者は40人中26人もいたんです。ちなみになんですけど、事前のアンケートではほとんどの人が 450V のスイッチを押すことはないと回答していました。つまりこの実験で分かったことは、人間とは権威に服従しやすいということです。何でもないただの一般市民だとしても、権力を持った人に命令されればどんな残虐なことでもできてしまうんです。個人的な感想としてはめっちゃ怖えなって思ったんですけど、まあ人間ってやっぱ弱い生き物ですよね。ちなみになんですけど、このミルグラム実験を行ったスタンリー・ミルグラムは、スタンフォード監獄実験を行ったフィリップ・ジンバルドーと高校の同級生だそうです。40人中26人がやりなさいって言ったらやっちゃったんだもん、ね、もうマックスで電流流しちゃってんだよ。すごいよね。もし自分だと置き換えたらね、やりなさいって言う前にやるけどね、マックスボルトでいきなりバッわーってこういちがこう戻れてんじゃん。怖、サイコパスじゃん。その感じだと俺サイコパスだと思われたい人みたいになっちゃう。いい加減にしろよ。思われたいっていうか、お前はサイコパス。ちげえ平凡な趣味言われてやっちゃうタイプ。そうですね。僕はでも言われても絶対にやらないですけどね。そう思われたい人意志が強いから、ね、それはカッコつけたい人とサイコパスな俺いたんでしょみたいなグループみたいになってるから、やめよう。これやめよういい加減にして本当にいい加減にしてということで、以上ミルグラム実験でした。いろいろありましたけど、もし、はい、極太今見てくれてる層がこれこれこういうことで困ってるんですけど、極太さんこれどうしたらいいですかみたいな、そういう手を差し伸べるようなことがあったらどうなるのかなと、今回の実験を通してこれ極太の見解をお聞かせいただきたいなと思います。ちょっと難しいな。でも基本的には人助けが好きなんで、うん、まあそういった場合にはですね、無視します。一切干渉しないということですね。そういうことです。皆さん、極太ダイナマイトは皆さんのことはとても大事ですが、火種が一番怖いです。極力リスナーと投稿者、その形は一切崩さないように我々は生きていきます。なんか問題があったらあなたたちで解決してください。以上、極太ダイナマイトでした。言わなくていいけどね
国武とダイナマイト。パブロフの犬人体実験よ。人体実験ですかね。またまあ本当なんか実験したがりなんだなって思ったわ人間。まあでもこのチャンネルを登録してるってことはやっぱみんなそういったさ、うん、コンテンツが気になるってことじゃん。まあそうだね、我々もそうだけどやっぱみんなも人間のどう思うとかどう作用するかっていうのが興味がある。みんなどっかに最古の一面があるんだね。そうかもね。じゃ早速この実験見ていきましょうか。どうぞ。そもそもパブロフの犬という実験を皆さんはご存知でしょうか。実験内容は1、まずは犬にメトロノームを聞かせる。2、そして次に餌を与える。そうすれば犬は餌を食べながら唾液を出す。そして1と2のプロセスを何度も繰り返す。すると犬はメトロノームの音を聞いただけで唾液を出すようになる。これがパブロフの犬実験の内容である。ロシアの生理学者イワン・パブロフが1903年にこの説を提唱していることからパブロフの犬と呼ばれている。ではここからはパブロフの犬と人体実験がどのように交わっていくのか紹介していきます。1920年心理学者ジョン・ワトソンは人間もパブロフの犬のように条件反応がなされるんではないかと立証しようとしました。生後9ヶ月の赤ちゃんアルバート君に動物と恐ろしい物音を用いて条件反応を観察しようとしたのです。まず最初に研究者たちはアルバートにふわふわとした毛の白いネズミを見せました。そしてアルバートがその動物を撫でようと手を伸ばすと心理学者たちは彼の頭のすぐ後ろで金属の棒をハンマーで叩き大きな音を出して彼を驚かせたのです。その結果アルバートは白いネズミを見ただけで泣き出しハイハイして逃げ出すようになりました。アルバートは大きな恐ろしい音をふわふわの白いネズミと関連づけるようになったのです。ここは当然のことながら倫理的な問題が生じます。ワトソンはアルバートの恐怖を取り去る条件付けを行わず放置したためアルバートはその後も長く実験の悪影響を受けることとなりました。人の人権が無視されたこのような実験が1920年に行われていたのはすごく驚きますよね。ってことで人体実験恐ろしいですね。条件反射ということで、うん、高一もなんかそういったなんかシーンよくあるんじゃないの。ティッシュ見るとめっちゃムラッとしてくるみたいな。ないんだよそんなことそんなことはさすがにない。そんなことはないんだよ。そんなことはさすがに、はい、ただですねお風呂でおしっこをしているせいかですね、はい、服を脱ぐとおしっこに行きたくなってしまったのがあります、まあ、ってことでこの実験、はい、極太としての見解をお聞かせいただきたいなと思います。はい、まあ、今回のこの実験を調べていて、はい、思いました。はい、子供がかわいそうです。至極当たり前の意見ですね、うん、だけ見解なんかサボってるね考えることをやめたのか俺は皆さん普段我々が何気なく生活しているとき実は誰かの実験に参加させられてるのかもしれません以上極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。ありがとうございました。アメリカとロシアが共同で行っている長期隔離実験、一体人類はどうなってしまうのか、シリウス21ご紹介していきます。よこのシリウス21という隔離実験がですね、なんとですね現在も行われています。2021年の11月から8ヶ月間ということなんで今年の7月までかな。自信あります。隔離されてメンタルを保っていく自信。1週間ぐらいだったらね。8ヶ月。他にもね一応人はいるんだけど、うん、1人ではないんだけどね。8ヶ月隔離か。トランプがあればちょろいなお前トランプごときでトランプか麻雀でずっとと賭け事してます。賭け麻雀ずっとしてます。危ない危ない危ない。でこの隔離実験が開始されてからですねおよそ17日から120日間の間でですねこの実験を行っているクルーにとある変化が起きたんですよ。いやおもろいね。では早速、はい、隔離実験を見ていきましょう。はいどうぞ。極太ダイナマイト。まずですね、はい、今回の実験なんですけどかの有名な NASA そしてロシア生物医学問題研究所 IBMP という機関が共同で研究している実験なんですよ。ロシアとアメリカがそう手を取り合ってるんですね。今なんかすごい大変なことになってますけどね、はい、ロシアね急に終わるかもしれないねこの実験もねでですねこの実験に参加しているクルーが6人いましてそれぞれロシアアメリカアラブ首長国連邦から選ばれている
ばれた男女計6名なんですよ。この6人で実験が開始されています、はい、でこの実験ですね、どこで行われているかというと、モスクワにある模擬宇宙船みたいなのを作ったんだって。その中で実際に実験が開始されてて、今回の実験何が目的なのかと言いますと、地球を離れて人が隔離された場合どういった心理状況になるのか、どういった行動をしてしまうのかみたいなのを、火星に行くとか月に行くとかの前に全部洗い出しておこうっていう。なるほどね、長期スパンに起こること、そうそうそう、人間の心理描写確かに気になるよね、うん、まあ、それを見るために行ってるんですけど、どうなると思います、やっぱおかしくなっちゃうのかな。なんかよく聞くよね、 NASA の1ヶ月間何もしないで過ごしてくださいみたいな、うん、言ったら急にお尻をカメラに向き出してお尻ペンペンし始めるね。宇宙兄弟で、あ、そうね、それね、どうなんだろうね。まあこういうクルーの人たちは少なからずともなんか訓練された人だから、そうだね、なんかメンタルもねちゃんと整ってそうだけど ね、うん、ね、はい、でですね、この動画の最初にも言ったんですけど、実験開始されてから17日から120日間の間でですね、彼ら実験者の中で変化が起きるんですね。ほう、何が起きたかと言いますと、研究まだ途中段階なんですけど、地球に反乱する可能性があると。地球に反乱する、はい、反抗心を持つ可能性があるというふうに言ってるんですね。ん、うん、これどういうことかと言いますと、実験中に模擬的な宇宙船の中で暮らすでしょ。管制室みたいなのが一応あるんですよ、うん、外側の実験者たちですね、こっち被験者、ここでこう通信でコミュニケーション取るんですけど、はい、先ほど言ったその変化点、17から120日間の間に、うん、管制室へのコミュニケーションが目立って減ってるっていうんですよ。へえ、面白い。例えば辛いですとか、それ悩みを打ち明けたりとか、うん、管制室に向かってこれをこうしてくださいみたいな要望が減っていると。作業の時以外のコミュニケーションを取りたがらなくなってるらしいんで。へえ、何なんだろうねそれ、うん、だから管制室に頼ることがなくなって、自分たちだけ、クルー6人だけで密接なコミュニケーションを取っていろいろ判断してとかっていうのを行うようになったと。ほうほう。でですね、ロシア科学アカデミーっていうところにいるディミトリー博士という方が、ディミね、誰々しいな、ディミちゃんがこれについてこう述べてます。仮にこの傾向が進めば、火星に入植した人たちから地球への反乱もあり得る。実際の火星入植後、クルーが実験時以上に高度な自立性を獲得した場合、彼らは外部の統治機構からの完全な独立を図るかもしれません。つまり火星人が地球人に反乱を起こす可能性があります。なるほどね、もうお前らに頼んなくていいや、俺らでやるからっていう風になって、対立構造が生まれる可能性があると。ほうほうほう、うまく発展していけるのならば、うん、まあ確かにある種のリセットじゃないですか、別の惑星に行くっていうのはね。そうそうそう、割とありえるのかもしれないです ね、 ね、そういうこの世のしがらみとかは全部なくなるわけじゃないですか、うんうん、言うならばトップじゃないですかその人たちが。そうだな、もう地球上のトップなわけですか、うん、そうだよな、これから作るっていう人たちだからね、はい、絶対にストレスが溜まるに決まってるじゃん。それをぶつける先が管制室、地球側になっちゃうのかなって。あーなるほどね。で、そうそう、同じ境遇にいるやつを仲間と認識する。そうそう、俺らやっぱ辛いよなじゃないけど。なるほどね。逆になんかいいことなのかなと思うんだけどね、クルー同士で喧嘩しちゃうとかっていう方がなんか、うん、あんま良くなさそうな気がする、うん。このディミトリ博士はですね、こんな風にも言ってまして、少なくとも地球からの資源に依存している間はこのような事態、まあ、つまりその火星対地球みたいな対立構造には発展しにくいという風にも述べています。あ、まあだからそうだよね、こいつが言った時に、なんかストレスがあった時の自己防衛で管制室と距離を取ってるみたいな感じになってるし、うん、今すぐ火星や月に入植する上での取り除かなきゃいけない問題ではないね、うん、そうだね、長期的に見た時になんかそういう可能性もあるよみたいな感じだね。お前風邪ひいてると真面目だなちょっとやめて、それずっと引いとけ、もう声のトーンが落ち着くんで、あと人に優しくしてもらいたいから、要は人に優しい感じになるんだろうね、気持ちとかキモ、やっぱりキモいな、キモいよね、あー怖っでですね、じゃあなぜこのような状況になってしまったのかと分析されてまして、一つ目の理由が長期間隔離されたことによる閉塞感、孤立感でクルー内で密になって、あっちはもういいやっていう風になっちゃってる。閉所ってなんであんな嫌なんだろうな、酸素がなくなるっていう本能なのかな、うーん、なんかでも不安なんだろうな、閉所って嫌でしょ普通に。いや嫌だよ ね、 ね、なんか漫画とかでよくあるさ、掃除ロッカー用具に詰め込まれてバンって言って閉められるとか、いじめみたいな、あんなんやられたらもう、うん、俺多分狂っちゃう。あ、マジ絶対無理、出れないっていう状況がやばいかも。あれ、あ、怖すぎる。どうだろうね、ちょっとそうなったことないからな。でもなんか今思ったのは、お前にめっちゃイラついた時俺それしようと思う。お前は泣いちゃうよ。 やるわ、ありがとう、弱点教えてくれて。パカって開けた時もコウスケじゃなくなって、うん、それは何かなって
何かになっちゃった。コウスケじゃない、何かが物体になっちゃった、タンパク質になっちゃった。どうも、極太のアイワイトのって言った時もう何もない怖っ。もう一個の二つ目の理由が通信遅延なんだって。これはどういうことかっていうと、火星と地球って結構離れてるから最大で片道20分間通信の遅延があるらしいのよ。だから往復で最大40分だから、俺らがこれどうなんですかって言っても40分かかると、戻ってくるのに。まあ確かに自分たちで意思決定した方が早いと思っちゃう。そうだよね。だって問題が発生してどうしたらいいですかって言った後の40分後だったらさ、本当にそうだよ。だってもう問題が起きてんだもんね、うん、だから必然的になんか自立性が高まっていっちゃうだろうな。まあそういうことらしいですよ、うん、今言った通りですね、うん、クルーたちは管制室から即座に判断を得られないことに不満と不信感を抱くようになり、うん、自律的な決定を行い始めたと、うん、まあなんか考えれる。そうだね、うん、自分たちでやろうってなっちゃうよね、うん、確かにね、うん、まあもちろん地球に対して反抗心を抱くんじゃないかっていうふうに懸念もされてるんですけど、いいこともあったと。はいはいはい。管制室っていう共通の敵を作ったことによりですね、はい、クルーたちが結束しました。ああ、やっぱ仲が良くなる、うん、そう、はい、だからね、人種や性別の垣根を超えて共に問題解決に取り組むようになったという姿があるそうなんですよ。やっぱ共通認識の敵を作るとなんか結束したりするもんなんだろうかね。ね、それは確かなんか心理学的にあるんだよね、うん、仲間意識みたいな。ごくぶとダイナマイトということで、以上長期隔離実験、うん、シリウス21でした。今回のこの隔離実験で面白いなと思った方は、うん、極太ダイナマイトスペース隔離実験等々で調べてみるといいんじゃないでしょうか、うん、はい。まあでも極端な話ですよ、1万日とか隔離されたりしたら人間って要は何日に壊れちゃうんでしょうね。ちょっと極太の見解をお聞かせいただきたいなと思います。はい、これはですね、皆さんが納得する答えが一つあります。はい、俺たち隔離されることなんてないんで気にしなくて大丈夫です。以上、極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。極太ダイナマイト、きっとあなたも釣られちゃう同調社会実験。よっ、同調社会実験。これね、はい、今回ちょっと面白い内容なんですよ、はいはい、みんながやってたら自分もやっちゃうよねっていう実験してるんですよ。あ、はいはい、まあ往々にしてありますよね、うん、みんなスマホ持ってるから買ってよとか、うん、中学生ぐらいだね。そうそう、早速見ていきましょう。はい、どうぞ。極太ダイナマイト。舞台はですね、アメリカのとある眼科です。そこで社会実験が行われました、はい、実験の対象となったのはですね、この紫色のパーカーを着た女性なんですよ。この眼科ではですね、ピーっていう音が鳴るんですね。その紫色の女性以外の人たちにはピーっていう音が鳴ったら立ち上がってくださいというふうに指示をしています。はいはいはい。で、自分以外の人たちがピーっていう音で立ち上がってたら、この紫色の女性はどうするのかっていうのを実験したんですよ。はいはい。で、これどうなったかと言いますと、実験開始です。1回目、ピー、立ち上がる、座る、はい、女性何もしませんでした、はい、キョロキョロしてます。2回目のこと、ピー、立ち上がる、座る、何もしませんでした、はい、3回目、ピー、立ち上がる、紫色のパーカーの女性立ち上がりました。へえ何にも言ってないんですよ。何も言ってないんだ。はい、何にも言ってないし、わけわかんないけどやってるんだ。そう、みんな立ってるから。え、救って、はあはあはあ、立ったんですよ。これどう、コウスケだったら絶対にやっちゃいます。なんならそうだよね、2回目からやるかもしれない一発目で何ってなって、うん、次からもう行く、うん、もうベテランみたいな風貌で、うん、ピー今画面外で俺しか見えてなかったけど、すごい堂々としてたこういう顔で凛とした顔しましたということで、この女性はですね、待合室という小さな社会でルールに順応したと。これ面白くない、この実験。やっぱ長いものには巻かれるとか言いますけど、うんうん、集団社会で生き抜くあれがあるんだろうね、人って。そういうなんか本能としてあるんだ、残ってんだろうな、これは、うん、俺もそう思うわ。でですね、この実験終わらないんですよ。はあ、スクッと立ち上がっていた周りの人たち、指示された人たちでね、一人ずつ名前を呼ばれて部屋から出ていきます、はい、で最終的にこの紫色のパーカーの女性一人になるんですけど、どうなると思います？あ、誰も見てないし誰もいないから、果たしてこの音が鳴った時に立つのかどうかと。そういうことです。立つの？これですね、はい、この女性立ってました。あ、もう順応するんだいないんだよ、もう自分以外に立ってた人いないの。へー。でも一人でピー
救ったっていうんですよ。面白い、ね、もうルールができちゃうんだそこで。そう、自分の中でこうやり続けちゃうんだよね、はあはあ、不思議だとは多分思いながらなんだろうけどね、はあ、でですね、まあ、このままだとサンプル数1じゃん、はあはあ、この女の人だけでしょ順応しちゃうっていうのは、はあ、誰もいなくなったこの待合室にそのルールを知らない別の被験者を入れます、はあ、まあもちろんねピーってなるわけですよ、はあ、そしたら紫のパーカーの女性は立ちますよね、はあ、で座るじゃないですか、はあ、で2回目で君なんで立つのってそのルールを知らないおじさんが言うんですよ、はい、そうするとこの紫の女性は、はい、いや分かんないんだけどみんな立ってたから私もそうしてるのっていうふうに言いました、はい、そうすると、はい、なんとこのおじさんですね、はい、立ったんです模範になったんだ今度はそう彼女が立つようになりました。おお、謎の規律が生まれている。そうなの、はい、意味が分かんないんだけど、はいはいはい、そうで続々とですね別の患者さんもちろんルールを知らない人がこう入ってくんですけど、はい、2人がピーッ立ってますから、はい、その新しく来た人たちも立つようになるんですよ。へえ、はい、面白いっていうね社会実験、はいはい、理由は分かんなくても周りの人の真似をする、業に入っては業に従ってしまうという実験なんですね、はい、でですね、なんでそうなってしまうのか、はいはい、気になる気になる、なぜ人はみんなやってたら自分もやってしまうのか、それをですねペンシルベニア大学ジョナ・バーガー教授が説明してくれています、うん、このような他の集団の行動や思考を吸収し習得する行動は我々が社会的学習と呼んでいるものの一種で、これは幼少期から形成されます、うん、集団内の人たちがみんな同じ行動をとっているときにその人たちの行動を模倣すると脳が報酬を与えるのです、快楽的物質が、そうだね、ドーパミンやらエンドルフィンやら分かんないですけどがおそらく脳内で発生していると。これ挨拶とかと一緒じゃない？挨拶、おはよう、こんにちは、うん、こんばんは、うんうん、みんな言ってるからじゃん。なるほどなるほど、なんかおはようって言われておはようって言うと気持ちが良かったりするよねみたいな、学校の教授があるじゃん、うん、はいはい、ありますね、割と理にかなってんじゃない？そうだね、快楽物質出てんじゃない？出てるんだよ、おはようって言ったら気持ちいいって出てる、うん、みんなと一緒だっていう仲間のあれで出るのかもね、うん、出るのかもしれない、うん、でですね、このね紫色のパーカーの女性になぜあなたは立ち上がったのですかというふうに理由を聞いてみました。ほうほうほう、気になりますするとみんなが立ち上がっていたから自分も立ち上がらないといけないと思いました、もし立ち上がらなければ一人だけ浮いてしまうと感じました、最初は戸惑ったんですけど実際みんなの真似をしたら気持ちがとても楽になりましたというふうに言ってます。へー、なんかでもね、なんか分かる気がする。あ、そう、うん、そこで初めて仲間じゃないけどなんかあったような気がします、まあ、流れに身を任せた方が楽ですよねそうだよね、それは、うん、っていうふうにみんながやってたら自分もやっちゃうっていうふうな結果が出たんですけど、はい、実はですねこれを見てる人の中でもしかしたらいや俺は絶対にやらないと言っている気持ち悪い人いると思うんですよ気持ち悪いは言い過ぎなんですけどまあいると思います。このね実験の中にも一人いました、そういう男性が、はいはいはい、みんながピーって立ち上がっても、うん、もう無視を決め込んでいたおじさんが一人いたんですよ、はいはい、最後彼も立ち上がってました、やっぱ相当な不快なんじゃないストレス、そうなんだよ、耐えられないの。逆に言えばここでマジでいや俺は立たないけどで、うん、やり続けるやつはバケモンだよでかい男になりそうだ、ね、意志が強いな確かにね、なりたいな別にかっこよくない、別にかっこよくない僕ぶとダイナマイトということで以上順応社会実験でした。順応しちゃいますよね普通の人だから。そりゃね無理だろう。ああだってね最後頑固そうな男の人も折れちゃうレベルですから、うん、だからなんかいかに環境を選ぶのが大事かってことだよね。ああ順応しちゃうからってことね。そう結局自分もそうなっちゃうから、なりたいところに行ければそうなれるわけなんですよ。だからなんか意欲性が高いとか、うん、だから悪い友達は縁を切れって、こういうことそういうことなんだよね。だからみんなもなんか今つるんでる友達楽しいと思うんだけど、うん、大人になっていく上でこいつゴミだなと思ったら、うん、切った方がいいです。本当にそうだね、この順応実験で分かっています、うん、まあとは言いつつも、はいはい、まあ難しいじゃないですか友の縁を切るっていうのは。そうだね。でそういった時どういった判断をすればいいのか、極太の見解をお聞かせいただきたいと思います。はい、まあやった方がいいとは分かっててもできないってことはあると思います。そういう時僕だったらですね、はい、真っ先にコウスケとの縁を切ります。逃がさないよ、ずっとずっと一緒だよ。僕ぶとダイナマイト。ランディの断眠実験ご紹介していきます。よっ、
最大で何時間寝なかったことある、はい、もう2日もないんじゃないか、1日半とか、まあ、そうだよな。今回は寝ないっていうのでギネス記録を持ってる人の話なんですよ。ほう。ちょっとまずその前に寝ないとどうなるのかっていうのをご紹介していきます。はい。まずですね、寝ない1日目症状がいくつかあります、はい、めっちゃ眠い、体がすごく重い、イラつく、思考力の低下、運動機能の低下。これはなんか大体感じたことある人は多いと思うんだけど、まあ割とね1日ぐらいだったら、ね、そうだね。じゃあ2日目いきます、はい、もちろんものすごく眠い、手の感覚が少し狂う、そして目の焦点が合わなくなる、最後にですね体全体の筋肉の活動がバグり始めるっていうのがあるらしい。丸2日寝ないと、まあ、そもそも睡眠にはなんかリセットするっていう能力があるって言いますからね。そうだね。3日目、つまり72時間寝ないとどうなってしまうか、はい、これがですねマイクロ睡眠という状態になります。マイクロ睡眠、これどういうものかっていうと、はい、目は開けてたとしても脳が寝てるっていう、溶けちゃってる、体がもうね限界を迎えてるわけですよ、うん、で倦怠感でものすごくイライラして自律神経失調症になります。コウスケはもうすでにそうだと思うんだけど、もう本当にぶっ壊れてるからね。マジでぶっ壊れてるね、うん、お前はね。なんかよくさ3日はいけるみたいな聞くじゃん、たまに言ってるやつ言うじゃん、うん、4日間寝ないってマジでやばいのね、はいはい、これどうなってしまうかというとですね、はい、幻覚が見始めます。あーとうとう、はい、終わってるんだけど人としてね、うん、で激しい妄想をし始めます。寝ろよ本当にそう。そしてですね、認知力と集中力が低下します。っていうのが4日目の症状。身の回りでこう幽霊が見えるとか言ってる人がいたらですね、4日寝てない可能性があると。可能性がある。なるほど。5日間寝ない場合、時間にして120時間。これがですね、強い幻覚を見るようになります。うん、もうえぐいんだけど。で、もう集中力、そして記憶力がですね、全くなくなるそうです。なるほどね。もう何もできない。無。壊れちゃう。壊れちゃう。そして6日目ですね、これはもうですね人ではなくなってしまいます人ではなくなるってなんだよこれどういうものかというとですね、会話ができなくなってしまうと。ロレツとかも回んない、回んない、もう壊れちゃうこれそれもう寝てるじゃんでも寝てない寝てない。そして7日目、1週間寝なかった場合もうですね喋れなくなります。うん、1歳。そしてどうやら短期記憶がなくなるらしい。コウスケがたまに発動する ADHD みたいな、どこにあるっけ、それまた別なんじゃん、ご飯食べたっけみたいになるってこと、ね、そうそうそう、もう何も覚えられなくなってしまうという状態になっちゃうんだって。っていうのが一応睡眠をしなかった時の主な症状なんですよ。まあ誰しもわかる、だいたい4日目から壊れるよ。そうそうそう、想像はできるじゃないですか、はい、じゃあ本題に。そんな中ですね、断眠のギネス記録を持っているランディという男がいます。彼ですね、高校生にしてこの断眠のギネス記録を取ったんですけども、はい、なんと11日間寝なかったんだよ。バケモンじゃん記録が残ってるんで、これガチなんですよ、はい、でですね、まず今ちょっとランディの画像を出してるんだけど、うん、彼が11日寝なかった時どうなってしまったのか、はい、画像を見せます。こちらです。もうかんられちゃってんじゃん終わってんだよ人間にはやっちゃいけない行為なんだよ、あやっぱり、はいはいはい、ちょっとこの、ね、ランディの断眠実験をこっち解説していきます。はい、ちょっとランディなんですけど、うん、どういう風になってしまったかというと、はい、まあ、今言った通り4日目ぐらいからやばいっていう状態だったじゃん、はい、まあ、ランディもですね、はい、この研究の通り大体同じだったんですよ。最初は4日目からやばくなった。そうなの、はい、最初の2日間は眠気と倦怠感があっただけ、うん、4日目からですね、うん、自分が有名なプロスポーツ選手だっていう風な妄想が始まったんですね。ああもう壊れてきてんだやばいよね、俺はもうアメフトの選手だみたいなになっちゃったと。はいはいはい。で6日目に幻覚を見るようになった。怖いなぁ、やばいよ。幻覚って見た時ないもんね、だってそもそも。いやないないない。どういう、怖っ。何が見えたのかもちょっと分かんないけどね、うん、で9日目、うん、ちょっと驚きなんだけど視力の低下、そして被害妄想するなんだと。寝ないようにするためにずっと話しかけてもらってたんだけど、うん、ラジオも流してたんだって、うん、でそのラジオが自分のことをなんかけなしてるみたいな風に聞こえるようになってたらしい。なんかそれさ、自分の体が要は被害を加えられてるから耳を塞げとか、寝させるために体がそうさせんのかな。 あるかもあるかも、うん、なるほどね、どうしても寝させたいっていうね。そうそうそう、はい、あるかもね。で最終日、これやばいんだけど、はい、極度の記憶障害、もう何も覚えてないみたいな。もう多分実験をやってることすら覚えてないかもしんない。怖っ、やばいよねっていうのが生じたと、うん、でも体には大きな問題がなかった。脳みそだけだったと。問題が起きた。あ、やっぱ脳のリセットなんだな、うん、睡眠っつうのはね、脳の休憩なんだね、はあはあはい、っていうのが、まあ、一応このランディの断眠実験なんですよ。うーん。
で気になるのがその後どうなったのっていう、めっちゃ気になるランディ。11日間寝なかった後この男がどうなったのか、ちょっとびっくりするんだけど、はい、11日間264時間寝なかったあと15時間爆睡しました。その後何事もなかった。だからちょっとね後遺症とか起きそうなもんだけど、意外と寝なくても、うん、一時的なバグなんだ。そう、何にもその後は起きてないんだって。元の生活に戻ったらしいです。でちょっと嘘だろって思うのが、彼この研究をですね学校の夏休みの自由研究として行ったそうなんですよ。へー、だから別になんかそんなすごい体張ってんの、ね、そうそう単純な興味とはいえ、はあ、よくやりきったなって感じなんだけど、根性男ですね。そうだね。僕ぶとダイナマイトってことでしょ。ランディの断眠実験でした。はい、すごいっすね。よくやったよな。よくやったよ。なるほど、大変面白かったですね今回の。そうだね。まあ今回ランディさん、うん、まあ、11日でしたけど、うん、これ2週間だった場合とか、はいはいはい、これ一体どうなってしまうんでしょうか。極太の見解をお聞かせいただきたいなと思います。はい、一つだけ言えることがあります。はい、寝ましょう。間違いない寝たら全て解決しますよ。徹夜もしない方がいいよ、うん、できるだけね。そう、まあ、たまにしちゃうかもしれないけど、せいぜい2徹までにしときましょう。そうだな。以上、極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。極太ダイナマイト、ルッキンググラスプロジェクトをご紹介していきます。いやっ、今回もですね情報屋からの垂れ込みです。なるほど、彼は優秀ですねまあじゃあルッキンググラス、うん、とにもかくにも見ていきますか。はい、どうぞ。極太ダイナマイト、ルッキンググラスプロジェクト、はい、どういうものなのかと言いますと、うん、ルッキンググラスっていうのはですね未来を見ることができるメガネのことです。ほう、そのメガネをかければ未来が見れると、そんな夢のようなテクノロジーを作ろうとしたのがこのルッキンググラスプロジェクトなんですよ。もう入りは最高にいいねあ、ほんと、ルッキンググラスどういうものかと言いますと、1900年代の初頭から実施されていると。このメガネを作ろうとするっていう計画が、あ、はいはい、過去や未来時間を飛ばして見ようとするという実験なんですね、うん、このルッキンググラスプロジェクトが実際にあったと言ってる人が結構たくさんいるっていうものなんですよ。うんうん、はい、まあ、でどういうものなのかと言いますと、そもそもタイムトラベルとかとはちょっと違うのよ、はあはあ、あくまでも見れるだけ。なるほど、レンズを通して未来や過去を見れると。干渉できないと、その時代に。そういうこと、うん、自分はあくまでも現世にいるんですよ。観測者であるっていうこと。そういうことよ。まあ、そんなの無理だろうと思うと思うんですけど、はい、実はこのルッキンググラスプロジェクトにはとある装置が使われるんですね。その装置っていうのは椅子なんだけど、この椅子が UFO から発見されたものと、うん、だから人類のテクノロジーというよりは、うんうんうん、宇宙人のテクノロジーを利用した実験なんですよ。なるほどね。この UFO っていうのがロズウェル事件で落ちてきた UFO だと。つながるんだな、ここで。そう、前回嘘ですとか言っちゃいましたそうだね、はいはい。どうやらロズウェルの UFO は椅子が落ちてて、うん、その椅子を使って未来や過去を見ることができると、うん、ほうほう、っていうのがこのルッキンググラスプロジェクトです、はいはい。どういう仕組みでじゃあ時間を超越して未来や過去を見ることができるのかというと、よく聞くと思うんですよ、人間は 10% しかその脳みそを使えていないと。あー、なんか聞きますね、うん、その 10% しか使っていない状態っていうのをもっと拡大しまして、 100% とは言わないんですけど、何倍にもこう膨れ上げて未来や過去を見るようにすることができるっていう風に変えてしまうと。だからまあ使ってない未知の部分の容量を使う、うん、そういうこと、そういうこと。とは言っても難しそうに聞こえるじゃないですか、うん、そんなことができるのかと、果たして本当ににわかには信じがたいです ね。ちょっと仕組み今から話すんですけど、うん、ちょっと僕はちょっとあんまり分からなくて、うん、すごい簡単に言うと幻覚を見せてるんだと、はあはあ、読みますね、うん、水を超伝導体として脳内の消化体をクリスタル変換器として利用し、幻覚作用を発動させ睡眠時に意識を別次元へ投影することで未来を見ることを可能にしている、まあ、要は幻覚を見せてるっていうものなんですよ、うん、はいはい、っていうのがちょっとプロジェクトルッキンググラスとして世界中でちょっと話題になってるんですけども。でもそれ幻覚を見せてるってことだから別になんか未来とは全く関係ない人なんじゃないの。どうなんだろう。どうなんですか。でも幻覚作用を発動させてるっていうだけで、うん、見ているものは未来や過去だと。
なるほどね、はい、言ってます、はいはいはい、ルッキンググラスプロジェクトはですね、うん、実はもうありません。今もなお使われているものではないです。なるほど。なんでかっていうと、うん、2012年に見れなくなりました、うん、というのもですね、はい、そもそも1900年代の初頭からやってきたって言ってたじゃないですか、はいはいはい、この実験自体を、はい、1980年代頃にですね、だんだんその実験がこう積み重なっていきまして、研究が、うん、2012年以降の未来が見えねえっていう風になったの。2012年っていうのは何なのかっていうと、うん、マヤ歴の終わりの年なのね、うん、マヤの古代文明からすると2012年以降はもう存在しないっていうものなんですよ、うん、でもう2012年以降は見れないから、今10年も経ってるんで、このルッキンググラスは現在では使われていないと。なるほど、はい。じゃあですね、果たして本当にそんなものがあったのかと、はいはいはい、そこですよね、大事です、そこが一番、うん、当時ですね、ルッキンググラスプロジェクトに関わっていた元アメリカ軍特殊部隊の隊員であるビル・ウッドさんがインタビューでこう言ってます、はい、2012年の終わり頃から将来に影響を与える力が弱まってくる。彼らはルッキンググラスで未来を覗いて、次何を選択するのか決め、その結果どんな未来が待っているのかを見ていた。またコンピューターでその選択に引き起こされる出来事の確率を計算して未来を選択してもいた。しかし時間が経過して人々人が自由意志で選択し続けると、割と未来はすぐに変わってしまうのだ。頭のいい人たちはやがて何か大きなことが起こることを悟っていた。ある時点を超えると、どんな選択をしても同じ未来に到達してしまうことが分かったのだ。どんな選択をしても広がっていた世界線が瓶の首のように一点に収束してしまい、これまでのように未来を変えることができなくなってしまったっていう風に言ってまして、まあ、要はアメリカの空軍の人が本当にこの実験があって、実際に2012年までは見られていたと、うん、いうことが発表されたんですよ。なるほど、はい、証言があって、うん、ね、果たしてどんなもんなんじゃい、そういうことだね、うん、ルッキンググラス自体は1個だけじゃなくて、うん、世界中に存在してまして、うん、まあ、ただもう2012年以降どのルッキンググラスを見ても同じ未来が見えるというか、うん、それ以降の未来をもう見ることはできないということで、今は使われていないってことなんですよ。なるほど、はい、だからその2012年以降は選択肢の中から選ぶのではなく、人類が自らの手で作り出していく時代になったっていうふうに、なるほどね、言ってるね。ルッキンググラスっていうものが今まであったけど、そうそうそう、なるほど、今まで未来を見てこっちの方が良さそうだなって選んでたんだけど、今ではもうそれも見えないので、なるほど、はい、ここからはまあ俺たちで頑張って作っていこうねっていうことらしいです。なるほど、はい、ってことでルッキンググラスプロジェクトでした。まあ未来がね本当に見えて、予測して、じゃあこっちの選択肢取った方がいいねなんていうものが本当にあるならば、うん、それもぜひとも欲しい品ですよね。それはそうなんだよね、うん、単純に言えばめちゃくちゃ金が稼げるというか、うん、未来が見えるから、うんうん、で実際にそのルッキンググラスを見て宝くじを買った人とかもいるし、うん、過去に行ってキリストの貼り付けの瞬間を見たみたいな人とかもいて、実際に体験してる人もいると、証言があるんだね。そう出てきちゃってて、はい、にわかにはこう否定もしがたいというか、うん、いっぱいいるから世界中に本当に、うんうんうん、どうなんだろうってとこなんですよね。なるほどね、はい、まあじゃあ白黒はっきり、はいはい、してもらいましょうか。極太の見解をお聞かせいただきたいと思います。まあそうですね、ルッキンググラス、まあ、その UFO から拾った椅子を使って人間に幻覚を見せるということなんですけども、これはですね、はい、精神の病気か違法薬物です。何の時間だよマジで嘘？これは嘘でしょう。ないね、未来は見えないでしょう。しかもなんで2012年で終わりそんなことあるか、うん、ふざけんな。なんか保証したとかの方がいいよね。レア文明がとかじゃなくて壊れちゃったっていうね。だって別に UFO とマヤ文明はまた別の話だからなんだそれ。確かに、いい加減にしろよ。どうすの怖誰だこれ言い出したやつ、マジでぶっ殺すじゃんもう多分なくなってるでしょ。そうなのかな。皆さん、はい、自分の未来は自分で掴みましょう。今まさに行動すべき時なのです。以上、極太ダイナマイトでした。いいこと言ったね、ありがとうございました。仮に食料が出てきて病気や天敵がない最高の環境を作ったら動物はどうなるのか、楽園実験ご紹介していきます。よっ、久々に来ましたね、実験シリーズ。はい、ちょっと実験来ました。これもね、うん、僕が一番好きですね、実験シリーズ。あ、そうですか、はい、どう思います？ちなみにだから働かなくて、そう、ずっとウーバーイーツ来るみたいなもんだよね。そう、自分を殺す存在もいないし、生活習慣病になるんじゃない動物も。なるほどなるほど。なんか狩りをする必要がないから、はい、運動しなくなって、うん、みたいな、ブクブク太ってみたいな。なるほどね、そういう感じじゃないでしょうか。では行きましょう。
どうぞ。1968年、アメリカのメリーランド州郊外の農村地域でですね、ユニバース25というマウスの実験が開始されようとしてました。この実験を行ったのが、動物行動学者のジョン・B・カルフーンという博士です。はい、実験内容なんですけども、最初にも言った通り、生存に最適な環境、つまり楽園にネズミを住ませたらどういう風な社会が形成されるのかっていうのを観察しようという目的で行われていたと。そもそもこの楽園がどういう場所なのかっていうとですね、はい、さっき言ったカルフーン博士がですね、ご自身の論文の中でこんなことを言ってます。生物の生存を脅かすのは住居からの追放、食料不足、悪天候、病気、捕食者だと。なるほど。この5つがない状態が楽園だってことですね。うんうんうん、うん、この実験はこの5つがないそんな楽園にネズミを入れてみたらどうなるのかってことだね。お、興味深い。めちゃめちゃこれ面白い実験だ、ね、めちゃめちゃ面白い。で、具体的にはですね、ちょっとこちらの画像を見てください。この画像ですね、実際にネズミが住む場所なんですけど、はあはあ、居住エリアが256個ありまして、巣穴が16個あります、はい、最大で3000匹のマウスが収容可能だと。ほうほう。まずこの実験場を作りました、はい、食料と水は無制限で出てきます。うん、そして科学者たちがですね、病気を予防してくれます、はいはいはい、さらに気温もですね、常にネズミにとって最適な気温に保たれています、はいはい、そしてもちろん天敵はいないと、はい、この実験場がいわゆる楽園なんですよ。そうですね、うん、こんなにも完璧な環境はないよね。多分今まで実験で使われてたラット史上一番幸せだと思う。そういうことなんだよね、はい、1968年7月の9日、実際に実験が開始されました。最初にまずですね、オスとメスが4組ずつ計8匹のネズミが放たれました。実験開始後混乱してるわけです、ネズミたちが。あまりにも最高すぎるっていう。なるほどなるほど。そう、あんま慣れてなくて、うん、徐々に慣れ始めてですね、はいはいはい、客4日にして初めて子供が生まれます。なるほど。そっからどんどん個体数が増えまして、うん、最初に子供が生まれてから55日で数が16匹の倍になります、はあはあ、その後ですね、どんどん40匹80匹620匹と一気に増えました。はいはいはい。この最初の赤ちゃんが生まれるまでが適応期というふうに名付けられています、うん、はい、そして620匹まで増えた。人口爆発、ここまでで315日経ってるんですよ、はい、でここまでが社会形成期っていう風に名付けられてます。ほう。ちなみになんだけど、この実験で使われたネズミたちの平均寿命は800日です。ほう。だから最初に入れられたネズミたちからすると、うん、まあ大体半分ぐらいが経過したと、ここまでで。なるほどなるほど。この社会形成期の時にですね、うん、ネズミたちに社会っていうのが生まれ始めるんですよ。うん、面白い。無制限に食料と水が与えられるはずなのに、群れを形成して一緒にご飯を食べるみたいな環境ができ始めたと、ファミリーが出来上がったと。そういうことなんだよ、はいはい、もう一つですね、はい、ちょっと衝撃的なんですけど、いつでもご飯は食べれます、はいはいはい、敵はいないです、はい、なのに格差ができました。なんで貨幣制度でもできたのかな。できるわけねえだろ。これなんでかっていうとですね、居住エリアによって人数が違ったんですよ。居住エリアっていうののスペースの広さは決まってるじゃん。でも群れを形成してるから、うん、みんなその自分の居住エリアでしか生きないんですよ、うんうん、一つの居住エリアはネズミの数が10匹とかだったんだけど、うん、全然違って、もう一つの方も100匹以上いるみたいな。はいはいはい。だからエリアを取り合ってるっていうことになっちゃうのよ、はいはい、一つの中で、うんうんうん、本来外に行けばもっと広いスペースとかあるんだけど、はいはいはい、間違いない。自分で生まれた環境のところで縄張り争いとかが始まってしまったと。はあ。だからずっと生まれてスラムにずっといるみたいな感じ。そういうこと。だから必然的に少ない数で生活をしているところが豊かだよねっていう状態か、うん、そういうこと。なるほど。だからいっぱいいるところで生まれちゃったネズミからすると、うん、奪い合いが当たり前で、そこから引っ越そうとしないんですよ。なんでだろうね。ね、他のとこ行っても住みやすさ変わんないのに。変わんないのに。はあ、面白いな。この格差がですね、はい、5段階に分けられます。まず一番上 ABCDE で A タイプとしましょうか、はい、彼らはですね、ボスマウスと呼ばれるもので、うん、トップ層ですね、はい、トップ層なんだけど、うん、あんまりね戦いは好まないんですよ。へー。結構保守的で、相手から来たらやるみたいな、好戦的ではないけど、まあ、戦えるタイプです。あー、なるほど、はい、次の B がですね、まあ割と普通のマウスですね、うん、こいつらはめっちゃ戦います。へー。どんどん挑んでいく、はいはい、結構不安定で、まあ、怪我したらもうそれまでじゃん。結構
構ねフラフラしてるタイプですね。ここまでが上位階級です。こっから下3つは非支配階級、はあ、搾取される側だとされる側です。まず C タイプがですね浮気者マウスと呼ばれる者たちで、誰かで構わず求愛をすると、はあ、これがオスでもするし、はあ、子供でもするっていうタイプが生まれてたんだって。オスでもするし、あそういうこと、オスにも求愛しに行くし子供にも求愛しに行くっていう究極のバイセクシャルだと。そういうこと、博愛主義だね逆にね、うん、D タイプがですねストーカーマウスと呼ばれるもので、うん、めっちゃくちゃなんかしつこくて粘着質みたいなやつが出てきちゃったと。ほうほうほう、はい、このストーカーマウスは争いを好まず自分から戦いに行くことはありませんでした。そして争いを挑まれても弱虫なので逃げるという性格でした。ただし動きは活発で、先ほどご紹介した浮気者マウスよりもしつこく求愛をしていました。このネズミたちの社会では求愛行動について一つルールがありました。それは気に入ったメスがいると後をついていって、オスはメスの巣の入り口付近で求愛行動を取りながらメスが出てくるのを待つということです。ただこのストーカーマウスはそのルールを破ってメスの巣に勝手に入り込んで交尾をするという性格でした。つまり人間社会でいうと勝手に不法侵入して交尾をしてくる化け物ということです。で最後の E タイプ、はい、こいつは引きこもりマウスと呼ばれるものでですね、はいはい、もう何にもしない、誰も動かないような時間帯に飯をちょろっと食べるみたいな、残ったもの残飯を食べるみたいな、ニート気質なんだね。そう、一番こうガリガリになっちゃうというか、うんうんうん、もうほんと残り物の残り物を食べる、なるほど、ね、そういうタイプです。はあ、この引きこもりマウスは他のネズミたちが住み着かない床の中心部にじっとして他のネズミと関わることを避けて暮らしていました。争いには一切参加することがなく、食べる、飲む、寝る、毛づくろいをするなどの作業を全て一人で行っていました。そしてこのようなオスはツヤツヤとした傷のない健康的な毛並みが特徴で、ザ・ビューティフルワンと呼ばれていました。メスには一切関心を示すことがなく、交尾もしないため食べることと寝ることしか考えていません。そして他のネズミたちからも無視をされて社会から孤立していくようになったんです。っていうこの5段階だと。へえ、すごいね。ね、コミュニティ形成こうなるんだね。そう、まあ俺はボスだけどコウスケは引きこもりかな多分。さすがボス。そうじゃないじゃん。え、痛いやつみたいにやめてよ事実じゃん。でですね、はい、A タイプと B タイプのネズミたち支配階級ですよね、はい、彼らは自分の巣穴を持っていました、うん、つまり家がありました。ただ C、D のやつらはですね、うん、広場に集まっていたと。居住エリアで想定したものじゃないところで暮らしてるんだ、うん、そうっていう風になっちゃいました。はいはいはい。でメスがどうなるかってもんなんだけど、はい、今までのは全部オスの話なのね。あれオスの話です、はいはい、メスはですね支配階級のやつらに囲われる家持ちマウスとどこにも属さない流れ物のメスっていうのがいました。あ、だから金持ち階級の美人のところにね、うん、美人なのか分かんないけど、そうそうそう、なんと、うん、みんなってことだね。そうそうそう、分かりやすい。ブスでね、ブスで、ブスで金なくて、そう、うん、臭いなるほど、全部臭いだろそれはでここからですね、はい、楽園社会は停滞期というところに入っていきます。これ何かっていうと人口爆発が終わりました。なぜ人口爆発が終わったのかっていうとですね、家持ちのメスたちはですね子育てをちゃんとしてたんですよ、うん、だから子供がですね、うん、半分ぐらいは生き残りました、はい、ただ広場にいるメスたちはですね、うん、そのメスたちの子供はもう 90% 死んでしまうんですね。これなんでかっていうとオスがゴミだからっていう。守らないんだ。守らない、なるほど、戦わない、餌を取ってこない、子供のためにっていうことで、つまりメスが頑張んなきゃいけないじゃん。あ、メス頑張るんだ。そうだからメスがですね、はい、めちゃくちゃ攻撃的になったんですよで自分の子供に手を挙げるようになってしまった。 DV 化しちゃうんだ。そう、あ、本末転倒になっちゃったのね。そういうことなんだよ。あ、で子供が全然生まれても死んじゃうから増えないというか、増えない、ちょっと停滞し始めたんですね。なるほど。で出生率と死亡率がぴったり並びました、うん、この時のマウスの数が2200匹です、うん、でここからですね終末期に入っていきます。ほう。実験開始から600日、はい、子供の死亡率がですね、はい、なんと 100% になってしまいます。はあ、絶対死ぬんだ、はい、この頃になると若いネズミたちは交配、子育て、縄張り争いなどに関心を示さず、ただ自らの食事や身だしなみを整えるということに時間を使いました。そしてその後若いネズミたちの間で衝撃的なことが起こります。なんと
反社会的なギャングを形成し、他のネズミたちから略奪を繰り返すようになったんです。食事や水が無制限に支給されるにもかかわらず、若いネズミが他のネズミから奪うという行動が確認されるようになったんです。事件開始から920日、そもそも妊娠するマウスがいなくなってしまうんですよ。ああ、もうじゃあ若いマウスはもう殺されちゃうから、うん、そう、ジジイとババしかいないと。そういうことです。恐ろしいな。ちょっとこれは人の社会でも言えるんじゃないでしょ。本当にそうよ。事件開始から1330日、この時ですね、超高齢化社会になります。はあ、楽園がだよ。すごいね全部が整ってるはずなのに子供が生まれなくなって高齢化社会になってしまうんですよ。はあ、とんでもないよね。とんでもないですね。破滅の道へと行くわけですね。そうなんだよ。はあ、この時点でマウスの年齢がもう720日とかになってて、まあ、人間でいうと70歳ぐらい平均年齢になっちゃってたんですよ。実験開始から1444日目、残ったマウスはですね、はい、122匹になってしまいました。はあ、オスが22匹でメスが100匹という状況です。週末のハーレムですね本当にそうだね。どん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 減少していきまして、うん、残った122匹のうちの22匹はほとんどですね、異性に興味がない引きこもりのマウスでした。面白いね。戦いはしないからね、こう彼らは。あ、そうだね、うん、でも、うん、異性にも興味ないから生殖行為も行わずに子供も増えないと。ちょっとすごいよこれ。そしてですね、うん、実験開始から1780日後、はい、最後のオスが死亡して、この楽園には生存者がいなくなってしまいました。楽園が崩壊してしまうと。いやこれさ、うん、シンクロしてんね、今の日本。日本となんかだんだんさ、あ、もういいよ、付き合うのってめんどくさいですし、うん、デートするのめんどくさいみたいな、うん、でジジババばっか増えてって。そう、終末期じゃん。これやばいかもしれない今後はあ。いや、おもろ。最初にこの実験名ユニバース25っていうふうに言いましたよね。はい、これ実は大きな意味がありまして、何かっていうとですね、はい、この実験25回目の実験なんですよ、うん、なんと過去24回の実験全て例外なく生物が絶滅しています。で、俺がさっき言った通り、はい、日本社会というかこの人口社会似ているんじゃないかってことですね、うん、そういうことです。私たちが今 AI を作って働かずに暮らそうとしている今後の未来は絶滅してしまうのかもしれません。まあ滅びゆく種族ですよそうかもしれない。2022年11月15日、世界の人口が80億人を突破しました。国連によると世界人口は2050年までに97億人、2080年には104億人にまで増えると予想されています。一方で日本の総人口は2011年以降毎年減少しています。今の日本の現状を楽園実験に当てはめると、日本人がいなくなるまでなんと残り120年です。週末へのカウントダウンはもう始まっているのかもしれません。うわー面白かった。ってことで以上、はい、楽園実験でした。どうなんでしょうね、自分がもしさ、うん、E だとするじゃん、引きこもりニートタイプ、はい、でもさ、女しかいなかったらさ、うん、楽よ。まあ間違いないよね。から残ったメスもめっちゃブスだったのかもしれない。なるほどね。ブスでも抱くんじゃない、ゲボみたいな女だったで、そんな女しか残ってねんだよ。そんな男しか残ってないんだもん。なるほど。でもそれもなんか選択なのかもしれない。なるほどね。だってまあ悲しいけど多分いずれは滅びますからね。はいはい、そうですね、うん、まあでもやっぱり、うん、この楽園実験は、はい、外に出れないじゃん。要は新しいコミュニティを形成とかができないじゃないですか。リセットできないから。そうそう、いくら出てくる、なるほど、ね、なるほど。まあ、僕みたいなタイプは、うん、まあ、第三のアリとでも言いますか、うん、壁を登ると思うんですよ。噛むなよおい、生きるんだな噛むな噛むな、殺してくれ本当にまあね、このユニバース25、はい、マウスは25回とも絶滅してしまったわけですが、はい、我々の人類今後どうなってしまうのか、はい、国分との見解をお聞かせいただきたいと思います。まあ一つ言えることがあると思います。エッチして子供産もうよ。言い方キモいよマジでめちゃくちゃキモかった。めちゃくちゃキモいって。ちょっとやり直してみようよ。やり直してみようよ。いや、もう一回。どうなんですか。仲良しして子供産もうよ。お前お前セックスのこと仲良しって言ってんのお前おい気持ち悪いよすいません、ちょっと普段ガルちゃんを見てるもんでね。ちょっとそれ知らなかった。それなんですか。ガールズチャンネル仲良しにしようっていう
そうそう、フェミニストがいっぱいいるコミュニティは、セックスのこと仲良しっていう気持ち悪いコミュニティだな以上、極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。アメリカが行った超機密実験、フィラデルフィア計画、ご紹介していきますよっ。めちゃくちゃそそるタイトルですよ。ちょっととんでもない計画というか実験が行われていたと。これは結構極太史上的にも最難関とか、そういった題材ですか、うん、ちょっとですね、今までやってきた中で一番ヤバい実験です。マジか、うん、楽しみだはい、マジで。じゃあ早速見ていきますか。いきましょう、どうぞ。まずこのフィラデルフィア実験というのはですね、はい、1943年に行われた実験なんですよ。ってことは戦時中に行われてた。そうだね、うん、その頃って、まさに第二次世界大戦が行われている中で、船のレーダーが開発されて戦争で使われてたんですよ。はい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 、まあ、要はそのレーダーで敵の船がどこにいるかっていうのが分かるようになってしまっていたと。うんうん、そんな時にですね、アメリカ海軍空軍はこう思いました。レーダーを無効化して船を透明にしたいと、うんうん、っていうのが会議に出まして、ステルス戦にしたいと。そういうことだね。でアメリカはですね、ニコラテスラに話をしに行ったんですよ。うわぁ、都市伝説界隈って言ったらもうニコラテスラですから、はい、天才科学者ニコラテスラ、うん、彼はですね、現在使われている電気の送電とかのシステムを作った男なんですね、うん、電球作ったのが本当はニコラテスラだったじゃないか。そのなんかギリギリの差で負けたみたいな感じなんだよね。エジソンは詳細があっただけで、うんうんうん、うまかったね。発明って言ったらもうニコラテスラっていうね、うん、アメリカから話を受けたニコラテスラは、はい、受けようと、うん、君たちの船を僕が透明にしてあげるよって言ったんですよ。あまあ本当今でこそ透明技術やってる会社あるよね、日本で。 あるのよ、光彩科学で。そうなのよ、後ろが透けて見えるみたいな、もうなっちゃってる。まあギリまだね、そう分かるレベルではあるけど、惜しいとこまで来てますから。だから当時も戦時中もそういったことしようと、はい、しようと計画があったわけですね。船を透明にしようと。そうできるのかテスラさんそうなんだよ、はいはい、っていうのでこのニコラテスラはですね、うん、この秘密の大規模実験、フィラデルフィア実験の企画することになったんですね。じゃあ核になった人物と言ってもいいでしょうか。そういうことです。なるほど、まあ、ニコラテスラがレーダー対策として何をしようとしたのかっていうとですね、はい、これちょっとね確かにと思ったんだけど、うん、テスラといえばテスラコイルがあるんですよ、はいはい、電気をバチバチってやって、うん、ものすごいエネルギーを生み出す、うんうん、そのテスラコイルを使ってで工事場、はいはい、レーダーを狂わすと。そう、船そのものを高周波工事場で包みまして、レーダーが来てもいるとは思えないような状況にしてしまうっていうのがこのテスラの案だったのね、うん、はいはい、まあ要は船にテスラコイルをたくさん積んで、うん、電気バーってやって高周波工事場で船自体を囲んじゃうんですよ、うんうんうん、そうするとまあレーダーっていうのは周波出して反応したところにいるよっていうものなんで、なるほどなるほど、要はレーダーからしたら工事場すぎていないのと一緒なんですよ、はいはいはい、つまりこれで船は透明になれると。なるほど、いうのをやりました。超画期的だ、はい、うん、まずはですね、人を乗せてない状態で実験を行います、うん、あーそっかそっか、エルドリッチっていう駆逐艦なんですけど、はいはい、実際にレーダーは船エルドリッチを見つけることができませんでした。なるほど、すごい成功したと。つまり透明になったので、うん、大成功ですよ。ステルス戦の成功だと。そういうことなの、はい、ただですね、テスラは一個懸念点があったんですよ。このテスラコイルを乗せた高周波工事場の船っていうのは、うん、人体に影響を及ぼしてしまう可能性があると。なるほどね。っていうのでちょっとまだ人を乗せた実験は早いって言ってたんですよ、うんうんうん、ただですね、アメリカ軍は焦っていました。そうだね、戦争だからね、うん、早くステルス艦にしなきゃいけないというので、うん、テスラをですねメンバーから外すんですよ。あー天才だけど、うん、彼はいたら倫理がぐちぐち言ってくるから、うん、言ってくるからうるせえと、うん、っていうのでですね、これも当時最高の科学者ジョン・フォン・ノイマンという科学者がいるんですけども、はいはい、彼に引き継がせたんですね。はあはあはあ、うん、でノイマンはゴーを出したんですよ、うんうんうん、人を乗せた実験で、うん、一旦やってみようよと、はいはい、これでとんでもないことが起きてしまうんですよ。この人を乗せたステルス艦テスラコイルでステルスにすることによって最大の事件というか、これがもしうまくいってたら、うん、歴史が変わっていたかもしれない事件が起きてしまうんですよ。なんだそれ。
はい、今回の味噌って感じですか。今回の味噌です。こっから言う内容が、はい、フィラデルフィア実験です。そそるぜノイマンが行った実験、人を乗せてテスラコイルによってステルス感にしよう、うん、結果的にどうなったかというとですね、うん、なんとスイッチを押しました。そしたら駆逐艦エルドリッチは工事場高周波に包まれレーダーに反応しなくなります、うん、成功じゃないですか。はい、大成功です。透明になれたんですよ結局人がいても、うん、はいはい。ただですねエルドリッチは人を乗せたまま消えてしまいました。本当に消えたってこと？本当に消えてしまいました。はあ。じゃあエルドリッチがどこに行ったのかっていう話なんですけど、はい、なんと300キロ以上離れたノーフォークという場所に瞬間移動してしまっていたと。そんなことがありえるのか、うん、でですねこのテレポートをしてしまった船の中がとんでもないことになっていたと。要は乗組員は船と一緒にテレポートしちゃってるわけですよ、はい、でですね人間が船と一体化しちゃったと、はあ、壁にのめり込んでるような乗組員が見つかったんです。で結果的にエルドリッチの中にいた人はですね、はい、死者行方不明者16人精神に異常をきたした者が6人出るっていう事件になっちゃったんですよ。恐ろしい。っていうので、うん、アメリカ軍もちょっとさすがにこんなのは使えないと、うん、フィラデルフィア計画はここで終わったってなるほど。これつまりよ、はい、高周波高磁場、まあ、テスラコイルを使えば、はい、失敗とはいえテレポートができるっていうことが判明したと。すごいことだな。ワープの方法に近づいたっていうことなんですよ、うん、そのたった1回しかできなかったけど、けどその条件を満たせば、うん、人類の夢であるテレポーテーションがもしかしたらできるかもしれないと。そういうことだね。まああとは倫理の壁だったりなんなりあると思うけど、テスラがこうなるって分かってたかは分かんないけど、うん、偶然の産物だけど、うん、そういったことが起きたんだ。起きてしまったと。なるほど、はい、これがねフィラデルフィア計画です。やばいね。これやばいよ。まあ、ちょっと後日談なんですけど、はい、このフィラデルフィア計画はアメリカ軍によって隠蔽されました、うん、アメリカ軍もフィラデルフィア計画なんていう計画はなかったと、はいはい、言って隠してるんですよ。なるほど、うん、まあ、ちょっとやばすぎるからね、はいはい、っていうのでその後こういう実験があったんだっていうのを、要は一人じゃないから科学者も、はいはい、密告されまして、はあはあはあ、明るみに出てしまったっていうのがまあ流れなんですけど、そこで暴露されたんだ。うん、まあ、テレポーテーションとか、はい、船と融合したとかっていう事実がどうであれ、うんうん、この工事場を使った実験は多分行われてたんじゃないかな。まあありえますよね。実際にまあ人とは言わないかもしれないけど、物の移動とかまではできていたかもしれないし、何らかの従業員たちがむごいことになったっていうのもあったんだろうね。そういうことですね。はあ、闇だね。隠蔽までちょっと出てるんで、ね、ああ、なるほど。ということで以上フィラデルフィア計画でした。ああ、結構こう壮大な、まあなんせ戦時中に行われてたんで、はい、まあ結構ねいろんな憶測なり、それこそ事実の隠蔽だったり、いろいろあると思うんですけど、はい、まあ、今回のフィラデルフィア計画、これ一体本当にこんな実験が存在したのか、はい、極太の見解をお聞かせいただきたいと思います。嘘です。早いし、何の時間だよ。いい加減にしろよ。なんだテレポーテーションって、くだらねえ時間だな。なんだこの十数分間、おい死んどけよ。なんだこれ、おい、なんだフィラデルフィア計画って。テレポーテーション、船が融合しました、合体、一体どうなっちゃうんだじゃないんだよ。熱量がすごいな。どうなっても何もねえんだよ。ホラ吹き話じゃねえかよてめえ。すいません、大嘘。なんだ今回最難関の極太史上最低最悪の実験ですみたいな、煽りに煽った結果、はい、これ何なんですか。大嘘です。最低だ、もうやめよう、都市伝説やめよう、もうみんな嘘しかない、嘘しかないんだ都市伝説は。久しぶりのねちゃんとした嘘でしたね久しぶりのちゃんとした嘘でしたって何なの皆さん何度も言いますが、はい、この言葉を残したいと思います。嘘を嘘と見抜ける力を養いましょう。あなたたちの目で真偽を判断してください。以上、極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。ヤバすぎる人体実験を2つご紹介しますよ。おー、久々っすね、人体実験。実験シリーズが来ました。うん、俺これ結構好きですよ。今回のやつはですね、うん、他の都市伝説 YouTuber があんまりやってないと思います。ほう。だけどかなりヤバい、極太初出しと言っても過言ではないぐらい。過言ではないでしょう。バズってほしいですねそうですね、皆さんぜひ高評価よろしくお願いします。お願いします。
どうぞ。国武とダイナマイト。まず一つ目がですね、ボディースワッピング事件です。ボディースワッピング、2020年に行われた研究で、超最近じゃん、やっぱり最近さ VR とか増えてきてるじゃん、友人の視点で物事を見れるようにしたと、完全再現よ。だから俺の見えてる世界を VR でそのままコウスケに見せてる、で実際に例えば痛みとか同じように感じさせるっていう実験なんですよ。はあはあ、じゃあここの視認情報の共有みたいな感覚。そういうことだ、ね、で痛覚もそれは共有される。共有される。ああ、だからこういうことではなくて、なんか Bluetooth 飛ばしてるみたいな、ね、あ、そういう感じよね。あ、ペアリングしたみたいな、ね、そうそう、なるほどなるほど。コウスケが俺を実体験してるって感覚。なるほどなるほど、でその時にコウスケの方にどんな影響が出るのかっていうのを見ようとした研究なんですね。はあ、面白い面白い。どうなったかっていうと、例えば俺の目線がコウスケもそのまま見えてるわけだから、ナイフで脅そうとしたのね、そしたら、まあ、当たり前だけど俺はビビります、でコウスケもその同じような世界が見えてるわけだから、同じくちょっと怖いっていう感情になるわけよね。で不思議だったのがですね、俺の性格がちょっとコウスケに移ったの。ほうほう。俺の生活をコウスケが共有していくと、コウスケに性格がなんかちょっと移っていっちゃったの。じゃあ短期で暴力的になるってこと？全然違いますよ。そうでしょ。どう見えてる？そう見えてます。そう見えてるわけないだろ。ほら、そう見えてるわけないよね。うん、でこんなことしなきゃいけないんだよでですねおいやめろよ実際に A 君と B 君で、はいはい、まあ、A 君の視点を B 君が見ています、でこの二人友人関係なんだけど、A 君のおしゃべり、陽気、自立心、自信っていうところが映ったと。だから性格が変わっちゃうっていうことだった。じゃあさ、なんだろう、そういうさ陽気な人になりたいっていうことができちゃうってこと。できちゃう。面白い。で実際にこれ、この研究が分かったから、うつ病の人を変えられるかもしれないと。めっちゃいいやん。そうっていうふうにもなったんですよ。これもしかしたら結構ね偉大な研究になるかもしれない今後。面白いね。病気ではないけどさ、コミュ障に悩んでる人が、めっちゃコミュ強の人のを見たりしたら、そうなのよ。だし犯罪者とかに、うわ、善人のとか間違いない、プログラムとして入れれば、いい人になるかも。あとなんか闘争心がないとか、ボクサーとか分かんないけど、なんか技術はめっちゃあるんだけどみたいな。なるほどね。心だけね。そう、あと足りないのはメンタルみたいなものをこれでなんか補えたりするのかな。可能性はでもあるよ本当に。だって実際にそうなってるから。面白。ただですね、いいことの裏にはリスクもあるわけですよね。はあ、何ですか何ですか。この実験でちょっとねとんでもないことが分かっちゃったんですよ。何かっていうと、A 君の見てる視点を B 君に見せました。もちろん性格がちょっと陽気ないい感じになりました、でも B 君はちょっと自分の記憶を思い出せなくなったの。例えば今日何を食べたとか、母と過ごした思い出の場所とか、そういう自分についてのエピソードの記憶が薄れたと。じゃあもうなんだろう、 A 君になろうって脳がしちゃうんだ。なっちゃう。なるほどね。じゃあもう本当にペアリングになっちゃうんだ。そうそう、コピーになっちゃう可能性があると。やっぱ脳って不思議だ。そうだね、いいとこだけじゃないのよ。やっぱり本当さ、脳って PC みたいな感じなんだろう。いやー確かに。プラスっていうよりちょっと似合いイコールみたいに伝達の仕方になってくるのかもしれない。そうだね。不要ではないんだろう。いいことももちろんなんだけど、リスクもあると。これはちょっと研究で分かっちゃったんですよね。そうだね。なるほど、じゃあまだまだその実証とか運用ってなると、まだまだ課題はあるって感じ。課題はあるだろうと。ああなるほど。続いての実験がですね、グア・ドナルド実験です、1930年代に心理学者のウィンスロップ・ケロックとその妻のルエラという方が行った実験なんですけど、自分たちの息子のドナルドとチンパンジーのグアを兄弟として育てるっていう実験なんですよ。なんだその映画みたいな。さすが1930年。まあ彼らがやりたかったことっていうのは、チンパンジーのグアを人間のように育てたら人間のような能力が身につくんじゃないかっていう気持ちで始めた実験。はいはいはい。実際にですね、グアは生後7ヶ月のメスのチンパンジー、
息子のドナルドは生後10ヶ月本当にね同じようにもうまんま一緒の教育をしたんだよ、うん、食べ物も同じ服も同じように着せられるで何かこう悪いことをした時同じようにお仕置きをする、うん、まあ実験が開始されました。1歳ぐらいになった時にそのコップの使い方とか、うん、スプーンの使い方とかを教えていたんだけど、うん、人間のドナルドよりもチンパンジーのグアの方が覚えが早かったのね。はあはあ、どん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 ねできるようになっていったんですよ、うん、ただ違いがやっぱり明確にあって、うん、まあ、ドナルドは顔を見てパパかママかを判断するんだけど、うん、チンパンジーのグアは匂いとか仕草とかで人を判断する。はいはい、それが多分チンパンジーのやり方なんだろうけどね、うんうんうん、言葉も同じように教えていったわけですよ、うん、でドナルドはやっぱ順調に人間なんで、うん、親の言葉を話せるようになっていったんですけど、はい、グアはやっぱり言語は無理だと、さすがに言葉を喋れるようにはちょっとならなかった、うん、まあ無理があったんだよね。でまあこんな感じの実験が5年間続きまして、うん、5年後にまあ終了するんですけど、うん、なんで終わっちゃったかっていうとめちゃくちゃやばいことになっちゃったのよ。何かっていうと、はい、ドナルドがグアの影響を受け始めるようになったの、うんうん、暴力的になってご飯が欲しい時とかに噛みつくようになったのよ、うん、はあはあ、で何か嫌なことがあるとなんか喉の方でうなり声を出すようになったのよ、そう動物的になっていっちゃったんですよ、はいはいはい、っていうのでこのままだと子供に悪い影響が出ちゃうからって言って実験が中止されたんですよ。はいはいはい、なるほど、うん、だからチンパンジーが人間になるというよりかは人間がチンパンジーになっちゃうこう野生的になるなっちゃうってことは分かったのね。なるほど、はい、面白いというか、うん、なんというかこの夫婦だからね やばいんですよ。ちょっとマッドサイエンティストなとこがある、うん、マッドなのよ、うん、まああの子供とそのチンパンジーを椅子に乗せて、うん、どっちがかみたいな。それはすごいやばいでしょ。ちょっとすごいっすね。実の子供にそれ、うんうん、やったりとかちょっとぶっ飛んでますね、うん、頭蓋骨の音の違いを知るためにとか、うん、なんかそういういろんな実験をしてたんだって、うん、でまあ結局ねこの実験は途中で終わったんですけど、うん、まあ、ちょっとねこの動画ではね言えないんですけど、はい、知りたい人は詳しく調べてほしいんだけど、あー、コウスケだけに言うとこのドナルドは結局最後どうしたんですよね、大人になって。なるほど、はい、まあ、この実験が関係してるかどうかっていうのまでは不明なんだけど、うん、そうっすね、やばすぎる、うん、やっぱその通常というかイレギュラーがあるとこうやっぱすごいストレスなんだよね、人にとって。人は人、猿は猿、育て方があるってこと。間違いない。当時もやっぱり遺伝子が 99% 同じとか言われてたんだと思うのよ、うん、チンパンジーと人間でスーパーチンパンジーを作りたかったのかもしれない、うんうん、なるほどね。やってはいけない実験だったかもしれないですね、うん、僕とダイナマイトってことで以上、実際に行われたヤバすぎる実験2000でした。まあな、命が関わるというか、そうね、倫理観とかいろいろそういうことですよね。 やっぱその人体って面白いですけど、線引きと言いますか、その人権的な問題っていうのはやっぱ関わってきますよね、これらは ね。まあ大いなる人類の発展にはなるのかもしれないけど、ね、っていうね。結局どの研究が何の役に立つか分かんないからね、うん、そうね。前半のやつもな、まさかの結果が得られてるというか、うん、まあもちろんデメリットも発見すはするんだけど、そうね、まあ科学ってそうよね、うん、戦争で人を高熱レーザー銃でぶっ殺そうって考えた結果電子レンジが生まれている。そうなの、うん、らしいよ。そうなの、あ、わかんない、でもなんか基礎聞きました。あ、そう、諸説あるかもしれない。なるほど、だからなんかまあでもそうだよね、そう、なんか思いがけない実験とかが意外とねみたいな。だってな、ダイナマイトも最初は建築、うん、そうね、破壊用だったんだけど戦争の疲れになっちゃったから。だってそれを言うならな、 Google Earth とかもあんなもんミサイルどこにぶち込むかって考えてたものが軍事利用から。そうなの、だって Google Earth であんなに見えてるってことはもういつでも見えてるってことだからね。なるほどね、ああ、だからまあ世の中意外となんか二次利用的なものって結構あるんですね、うん、そうですね。だからね、倫理観を持って科学者たちは頑張ってほしいですね。そうだね、まあでもね、こう人類の発展と倫理観とこの共存していくっていうのが大事じゃないですか、うん、はい、だこういった問題をどう解決していくのか、うん、極太の見解をお聞かせいただきたいと思います。いや、これはちょっと難しいんですけど答え出してみようと思います。はい、みんなの命を使えばいいんじゃないかな。大間違いだよ、気軽に、激センシティブな話題だからマジで。でもみんなのならいっか。以上、極太ダイナマイトでした。出たね、本物が。ありがとうございました。
実際に行われたヤバすぎる人体実験。やっ、人体実験系来ました。はい、なんだそれおめえだろいい加減にしろよ。前回もね、猿と人間の人体実験大バズりしましたんで、はい、今回もあやかろうということです。ええ、でもまあ人体実験系はやっぱ面白いですよね。ちょっとそそられるよ、やっぱなんかタブーなところありますから。あとガチだからね。うん、まあ早速見ていきましょうか。行きましょう。どうぞ。ということでですね、まず一つ目の人体実験がですね、はい、気持ち悪い、何なんだよそれ早く。2017年に行われた実験で、5日間誰とも接触しない部屋に入るという実験です。あー、気が狂いそうだね。うん、孤独実験なんですけども、被験者はですね、サラさん36歳、こちらの女性です。はい、この人ですね、普段は子育てをしている方で、うん、8歳の一人息子を育てていると。はいはい、はい、でどうやらですね、この実験に参加した動機がちょっと一人の自由時間が欲しいということで参加されたようなんですけども、はいはいはい、実験が開始されます。部屋に入りまして、うん、まあ、結構ね、積極的に 100% の自由だって言って入ったようで、ただですね、入った直後にですね、うん、どうやってそもそも5日間やり過ごそうかと、うん、もちろん人と接触できないですし、携帯があるわけでもないから、 SNS でコミュニケーションを取ることも不可能なんですよ。っていうのでちょっとね、そわそわしちゃいまして、うん、ちょっと不安な気持ちっていうのがすごい強くなっちゃったみたいで、焦燥感に駆られると。入ってほんと数時間でですね、入っちゃったんですよ。はあはあ、嘔吐してしまったと。はい、まあ、気分がちょっと優れないまま、その日は就寝しました。はいはい、次の日の翌朝、はい、ずっとですね、気分があまり優れなくなっちゃって、うん、メンタルの部分が体に出てるんですよね。はいはいはい、ちょっと怖いんですけど、うん、実験スタッフとももちろんコミュニケーション取れないんですよ。うん、ただカメラが置いてあるのは分かるんですね。うんうん、そのカメラの前で孤独になるっていうのがどれだけ辛いかっていうのを喋り出したと。ほうほう、不安で仕方ないみたいな感想をすごい喋り出したの、一人で。一日でね、一日でこうなっちゃう。まあ、でもやっぱりこの人に関しては、うん、今までこうギャーギャー騒いでうるさい子供と一緒に過ごしてたから、うん、なおさらその反動がね大きかったんじゃないかと。その2日目の昼頃ですね、うん、洗面台があるんだけど、うん、そこの鏡を刺して、ね、この洗面台を見てよ、犬がいるよね、これが目でしょ、これが耳で、これが尻尾って言って、うん、シミを指さして犬だって言い出したの。これちょっともう幻覚が見えてるんですよ。あーはーはーはー、めちゃくちゃやばいでしょ。でベッドに戻ってすごい静かな空間なわけですよ。はいはい、ちょっと衝撃的なんですけど、音がするって言い出して、うん、幻聴も聞こえてんの。はいはいはい、すごいイラ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 して、あーもう本当に何にもないんだなって、うん、もう今からそっち行くからっつって、うん、抜け出してやるよとか言ってすごい言い出しちゃって、はいはいはい、別に誰に向かって喋ってるのかももうわからないんだけど、すごい何かを喋るようになっちゃったのよ。はいはいはい、幻覚も見えてるし大丈夫なのか、うん、っていうので、このサラさんは5日間の実験をヤバそうなメンタルのまま終えたんですよ。はい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 、5日間頑張りました、うん、この実験に参加したのは5人いまして、うん、そのうち最後までやりきれたのが3人。はい、残りの2人はすごい攻撃的になって、うん、壁殴ったりとか、うん、カメラ壊そうとしたりとかしちゃって、うん、もう中止。はいはい、すごい実験だな孤独実験。NASA のあるみたいなことを宇宙兄弟で見ましたけどね。宇宙兄弟ですよね、うん、そう、カメラに向かってお尻ペンペンし始めちゃう、うん、まあ、それをね、まさに実際に実験してみたようなことなんですけど、うんうんうん、ちょっと恐ろしい。やっぱ孤独になるっていうストレスはえぐいんだ。えぐい。5人中2人が離脱、3人がもうでも気が触れるような。うん、なるほど。でその全員がドア開けて、はい携帯ですって言った時、すんごい安心した顔したんだって。へえ、スマホってすげえな。すげえ、つながるっていう、つながるっていうのは大事なのかもしれない。へえ、怖い怖いねちょっと大の大人でもまあこうなってしまうと。はあはあはあ。続いてご紹介するのはですね、はい、3人のキリスト実験です。アメリカミシガン州リプシランティという場所にある州立病院で行われた実験なんですけども、うん、自らのことをキリストだと思っている、本気で思っている方3人を一緒の部屋に入れてどういうことが起きるのかっていうのを見た実験です。
スイダウみてえだ。いや本当にそうちょっと悪ふざけの匂いがするけど。いやそうだよね、うん、ただ、うん、本当に医療目的、あ、はいはい、治療目的なんですよ。ああなるほどなるほど。で実際にこれミルトン・ロキーチという心理学者の方が行った実験なんですけども、はいはいはい、この実験が行われる前に、はい、自らを聖母マリアだと思い込んでいる女性2人を同じ部屋で過ごさせた実験があって、うん、はいはいはい、その時に1人が、あ、私マリアじゃないんだって気づいて、うん、はいはい、普通の状態に戻ることができたんですよ。あー、だから統合失調症的な感じから、うん、健常な状態に戻れた。そう、精神の治療になったと、はあはあ、っていうのを見て、あ、じゃあちょっとキリストって思ってる人もいるからやってみようかっていうので始めた実験、ね、なるほどなるほど。で実際にですね、はい、このロキーチという心理学者は自らのことを本気でイエス・キリストだと思っている方を3人同じ病室に入れました。で2年間にわたって実験が行われたんですね。あ、結構ロングスパンですね。だいぶやってますよね、うん、隣り合わせのベッドで寝て1つのテーブルで一緒にご飯を食べて、うん、で作業じゃないけど、うん、仕事みたいなことも、まあ、軽くみんなで同じことをやらせていたと、はいはい、この3人っていうのはですね、はい、まず1人目が大学を中退した生徒、そして農業をやっていた老人で、もう一人が小説家になれなかった青年っていう感じだったんですよ。で実際に実験が開始されました、まあ、この実験っていうのは、うん、まあ、同じところで過ごさせるっていうのと同時に、うん、3人で話させるみたいなこともしてたんですよ、うん、ちょっとねこの実験の悪いところもあって、はい、それがですね、この大学を中退した青年がイエス・キリストだと思ってるじゃん、うん、だからお母さんは聖母マリアなわけですよ、うん、聖母マリアから届いた手紙があるんだとか言って、うん、スタッフ側が、うん、今から読んであげるねみたいなことをしてたんですよ、うん、だからこう本当にイエス・キリストだと思わせるようなこともしちゃってたんで、はあはあ、で話し合いの時とかにですね、うん、俺がイエス・キリストだぞっつって、うん、いや俺だろみたいな喧嘩が勃発しちゃうわけですよ、はいはいはい、最終的にですね結構恐ろしいんですけども、はい、1人の実験者はあの2人はちょっとやばいよ、頭おかしいんだ、もうおかしいよこんな奴らと一緒にいたくない、はいはい、でもう1人の被験者は、うん、ちょっとあいつらはロボットだねと、ああ俺が本物なのにあいつら自分のこと本物だってずっと言ってる、ちょっと頭がおかしいやつだと思うみたいになっちゃって、ああ何にも治療できなかったんですよ。うまくいかなかったんだ。そうで結局この実験は治療の傾向が見られないまま終了したと。2年やったけどダメだった。ダメでした。たまたま聖母マリア実験の時はうまくいったけど、今回はちょっと難しかった、たまたまだった。そういうことだよね。極武とダイナマイトっていうことでしょ。実際に行われたヤバすぎる人体実験でした。ちょっとね最後のやつとかはね倫理にね触れてきそうな感じはしますよ、ね、あんまり良くないそう。実際にですね、はいはいはい、心理学者もやりすぎてしまったと、うん、私が軽い気持ちでやっていいことではなかったっていうふうに言ってるんですけども、まあな、こう科学の進歩とこう倫理っていうのはな、まあ、どうしてもね、うん、難しいですね。難しいところではあるかなとは思うんですけれども、コウスケの命ぐらいだったら軽く捧げられるんですけどね、うん、絶対にダメだね。一番尊重される命ですから。命ってのは平等じゃないですよ。私の方が大事です。みんなの方はいりません。まあ数々、ね、今回は2本立てでやってきましたけれども、喧嘩についていきますかそろそろ、はい、まあ今回2つのね、はい、人体実験もそうですけどやっぱり倫理が伴うじゃないですか、うん、でも、まあ、人体実験をすることで解明する事象もあるわけじゃないですか。そうなんだよね。今後人体実験は行うべきなのかどうか、はい、極太の見解をお聞かせいただきたいと思います。はい、一つ思ったところがあるので、まあ、これを極太の見解にしようかなと思います。誰かしらのクローンを作ってそいつを殺せばいいと思います。大倫理から外れてるわ。一番ダメだろお前。はいはいで笑顔怖お前。それならまあ大丈夫なんじゃない。お前冒頭のあのヤバいキャラクター本当のお前だろ。違いますよ。クローンを作って殺せばいいと思います。コピーだからそれは。お前ヤバすぎだろ。皆さん、日常に住む悪魔は意外と近くにいるのかもしれません。誰がやね。以上極太ダイナマイトでした。現代では行うことができないヤバすぎる人体実験ご紹介していきます。よっ。
いやー僕も大好きです。一ファンです。この人体実験シリーズの今日のもやばいですよ。マジっすか。うん、やっぱこの究極のリアリティというかね、そういうのが見れるような内容ですから、まあ、ちょっと大好きって言ったのはね、なんか角が立つのかもしれないんですけど、まあ、正直、うん、好きですね。やっぱ興味をそそるっていうことだよね。そうそう、なんてひどいんだとは思ってますよ、もちろん。偉いですね、ちゃんと世間の目を意識して、うん、そういった発言もできるようで、うん、よかったです。やっぱみんな幸せになってほしいからね、僕は、うん、思ってもないようなことを言えるような人になりました。それではやっていきましょう、どうぞ。今回ご紹介する実験はですね、はい、モンスタースタディというふうに呼ばれています。ほう。1939年アメリカアイオワ大学という場所で行われた実験です。実験を行ったのはウェンデル・ジョンソンという心理学者の方でした。はい。彼はですね、喫音治療の父と呼ばれています。ほうほう。喫音っていうのが一体何なのかっていうと、うん、一種の発話障害、要は喋りたいのに言葉が出ない、詰まった感じだね。みたいな、そうだね、喋りになる感じかな。そうだね、周りにもしかしたらいるかもしれない。普通に普遍的にあるものだから、うん、結構やっぱね、障害を持ってる方多くて、うんうん、子どもの10人から20人に1人が喫音っていうふうに言われてるんですよ、うんうんうん。まあ、このウェンデル・ジョンソンもまさしくその喫音の方なんですよ、うんうん。だから自分自身がそういう気持ちを分かっているからこそ、世界中のそういった喫音の方を直してあげたい、そういう思いでこう実験を始めたんですよ、うんうんうん。だからスタートはね、すごくいい気持ちというか、うん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 、まあポジティブな方向なわけなんですよね。はい。どっからか間違えていくってことですね、人体実験になってしまうってこと。そうだね、今回の内容だから、はい、彼もまさかこうなるとは思っていなかった。はあ。でですね、まあ、この喫音っていうのが、まあ、大人になっても 1% ぐらいが残ってしまうっていうふうに言われてるんですけど、はいはいはい。彼はですね、ある一つの仮説を立てました、うん。それが喫音っていうのはもともと喫音になっちゃう人もいるんだけど、うん、それを指摘されてしまう親だったり教師なりに言われることで、うん、もっと悪化しちゃうんじゃないかっていう。あー、なるほどなるほど。なんかさ、太っている人に対してさ、デブだとか、ハゲている人に対してハゲっていうと、うん、なんかよりなんかストレスを感じてそうなっていっちゃう。そういうことで、そういう感じも喫音もそうだと。そういうこと。なるほど。自分がそう言われ続けたから思い込みによって悪化させちゃってるんじゃないかっていう仮説を立てたんですよ、うんうんうん。でこのジョンソン自体も実は親にそういうちょっと厳しい教育というか、うんうん、あんたは喫音だからっていうふうに言われてきた過去があるらしく、直しなさいっていう。そう、自分自身もそうだったからきっとそうなんじゃないかと。なるほどなるほど。これを彼は証明したかったんですよ。はいはい。そのために1939年に人体実験を行うことになります。彼が行った実験というのはですね、はい、600人ぐらいいる個人の中からランダムに22人をピックアップするんですよ、うん。その22人っていうのは半分の人が喫音です、元からね、うん。で A グループと B グループに分けました、うん。A グループの半分は喫音を持ってる子、うん、半分は持ってない子、うん。で B グループの半分は喫音を持ってる子で、もう半分は持ってない子っていう2つのグループに分けて、さらに4つに分けたって感じなんですよね、うんうんうん。で A と B の何が違うかっていうと、うん、A グループの方は褒めるようにしました。きっと君の喫音は治るよ、うんうん、大丈夫だから安心しててね、うん。もう1つの方は厳しくしたんです。君は喫音だから喋れないんだよとか、君のそれはきっと治らないみたいな風に言ったんですよ。でこれ一個特徴的なのが、 B グループの厳しく指摘された方にはもともと普通に喋れる子もいるわけですよ、うん。喫音じゃない子もいます、うん。でも彼らがちょっと言葉が詰まった時に、ああ君それ喫音だねって決めつけて言うようにしたんですよ、うんうん。だから喫音じゃない子にもまるで喫音かのように接したと。なるほど。これが衝撃的な結果を生んでしまうことになります、はあ。実際に実験が開始されました、うん。この実験は全部で5ヶ月ぐらいやるんですけど、うん、B グループの方、否定的に接する方はですね、うん、正しく喋れとか、ちょっと詰まっちゃっただけで喋るのやめろとか、そんなに喫音が出るならもう人前で話すなみたいな、うん、かなり厳しく接したんですよ。ちょっと高圧的にね。ジョンソンも大人の対応を管理してました。あー、厳しくしてくれと。もう実験なんだから、なるほど、鬼になってくれと。なるほど、徹しろと。そういう風にやらせてたんですよ、うん。でですね、高圧的に大人が対応したグループの子供たちはですね、うん、次第にちょっとね、話すことを嫌がるようになったんですよね、うん。まあ、当然だよね。そうね、話したらなんか嫌なことされると思うからね、なんか怒られるし、うん、意味わかんねえけどって感じだね、うん。ただ結局ですね、うん、喫音がなかった子供たちが喫音になってしまうことはなかったんですよ。なるほど。じゃあ彼が唱えていた説は間違っていたと。そう、言われたから喫音になるんだっていうのは間違いでした、うん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 。だから結局喫
音がどうしたら治るのか、なぜ吃音になってしまうのかっていう原因は解明されなかったんですよね。じゃあただただ小さい個人の子供たちに深い傷を与えただけだったと。そういうことなんですよ。でですね、その実験が行われてから、まあ、日にちがちょっと経ちまして、第二次世界大戦が始まるわけですよ、うん、そこでドイツのナチスが行っていた非人道的な人体実験が世界中で大問題になったんですよね。このジョンソンはですね、僕がやった実験も大問題になってしまうと、やばいと、このままでは、うん、やばい、だから徹底的に隠蔽しました。なんなら隠した上でその実験の事実をデータだけ有利に抽出して、実は吃音って言われたからなっちゃうんですよっていう本でもねえやつは出版しまして、それがベストセラーになりました。マジで？で彼は1965年にその後亡くなって、あ、じゃあそれで喫音界の父みたいなことを言われたってこと？そういうこと。とんでもねえジジイじゃん。本当にそうよ。こんな実験しといてってことで、ですね、否定的に大人たちに対応されたグループの子供たち、はい、その後もね、自分に自信がなくて喋ることが苦手になっちゃって、っていう風な大人にそのまま成長しちゃうんですよ。はあはあはあ、っていうのもあって彼らがですね、2003年に実験を行ったアイオワ大学を訴えたんですよ。はいはいはい。僕たちそもそもそんな実験をやってることを説明されてなかった。なるほどなるほど。で実際にこのジョンソンは説明してなかった。なるほど。言語治療っていう風に言われてたんですよ。だと嘘だと。そうだと思ったら、まさかの高圧的な態度で接してくるから、はいはい、トラウマになっていると。トラウマになってます、はいはいはい、で実際に自分に自信もなくなっちゃって、っていうので裁判が始まりまして、はい、アイオワ大学は裁判敗訴、謝罪しまして、損害賠償として約1億円を支払うことになったと。自分がやりたかった信じていた説が正しいことを証明するためだけに、まあ、子供たちのね未来を奪ってしまった、そういう実験ですね。なるほど、はい。てめえの未来はねえぞ。そんなことないよ。そんな入ってないから。音入ってるし、何回やんだ。すいませんでした。本当にクソ女からの LINE よ。意外にしろよ。言っときます。言わないでくれ。僕ぶとダイナマイト。ってことで以上、喫音実験モンスタースタディでした。このジョンソンと光一がちょっと似てるところが、どこがやねん。結構圧的な感じで動画を撮らされたり、撮らされたり、あんた分かってますよね。分かってなかったら問題だけど、ああ、こういう動画撮るよっていうのは分かってるから。分かってるじゃん最初から。なんならちょっとやらせてるとこあるよね。被害者。僕が被害者ですよ。まあそうですね。まあ起きてはならなかった。そうだね。本当に実験の対象になってしまった人たちのことは本当に悲しいと思いますし、今後もこういった事件は起きないと願うばかりですね。そうだね。まだなんか倫理がしっかりね、確立される前の話なんで、やっぱり。でももしかしたらですよ、影で水面下では人体実験が行われてるかもしれません。もしかすると行われてます。あ、断定しちゃうね。まあ見解早いっすよ。多分ね。早いっすって。早いんですって。これからごお前何年やってきてんだよ。おい、てめえ、高圧的すぎる。おい、優しく。お前4年目で極太としての見解はどうですかってあるから分かってんだろてめえ。優しくしてくれこの野郎。ほんまこのバカのせいで今回の喧嘩はないですけれど。なんでよ、聞いてよ、もう一回。聞けばいいのな。これらの悲しき人体実験はもう行われていないのでしょうか。国分の見解をお聞かせいただきたいと思います。はい。まあやってはいけない実験、それはですね、実は裏ルートから情報を入手しています。人体実験はですね、多分行われています。多分だし、行われてんじゃねえか、やっぱり。てめえ、じゃあさっきやっぱ言っちゃったんじゃねえかよ。怖いよ。やめてよ、ジョンソン。後でお仕置きな。怖っ。以上、極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。魂の重さ実験ご紹介していきます。実験シリーズですね。
はい、まあ、実際に行われてるシリーズなんですけども、はいはい、とある医者がですね、うん、まあ、人間に魂があるというふうに信じていました、うん、魂があるとしたらそれはもう物理的なものとしてあるだろうと、はいはい、っていうので魂の重さを測ろうとした実験なんですよ。あ、興味深いね。確かに、うん、脳がまあ考えてるんだろうけどさ、うんうん、今ねみんなも見てたりするこの意識ってどうしてもなんか脳とは別でありそうなっていう感覚にはあるよね。私やっぱ悲しかったり嬉しかったりすると胸が痛んだりとか、うん、キューってなったりするのは何なんだろうとかね、うん、そんな答えが今日出るかもしれません。おお、なるほど、はい、早速見ていきましょうか。おい許してよ、いけたと思う。リプレイリプレイリプレイ今止めてリプレイ、いや、高一が編集でキャルルルルルってやってあの多分セーフだったと。そんなそんな大丈夫だ。いや、いきまするよかってなったから、いきまするのか。どうぞ早速見ていきましょうか。おい、アメリカの市民病院で働いていたダンカン・マクドゥーガルさん、この方がですね魂の重さを測ろうとしました。ほうほう、医者なんですけど、うん、どうやら霊魂の存在を信じていた、本当にこの僕が信じている魂っていうのがあるのかどうか、うんうん、っていうのをどうしても知りたい。あ、医者だけど、うん、こうスピリチュアルみたいなものにも解析しようと、本気で本気で、あ、科学的にマジで解明しようとしたんですよ。あるのだとしたらっていう、そういうこと、はいはいはい、だから頭もいいしちゃんと数字で見ようとしてますこの人は。あー、なるほどね、うん、まあ、彼がですね同僚の医者たちと一緒に魂の重さを測る実験を開始しました。はい、まあその実験の方法っていうのはですね、うん、体重が測れるベッドを用意したんですよ、うん、でそこにもうすぐ亡くなりそうな患者さんを乗せます。はい、亡くなった前と亡くなった後で体重に変化が起きるのかっていうのを見たんですよ、うんうん、でですね、はい、そもそも人っていうのは亡くなった後に体重が減るんですよ、うんうんうん、これなんでかっていうと汗とか粘膜とかから水分が蒸発するんだって、うんうんうん、その分体重が少し減るっていうのはこの当時でも分かってたんですよ、はいはいはい、で亡くなった後に水分が減って体重が減ることを不感蒸説っていうんですけど、うんうん、まあ、彼はこれを考慮してます、うんうん、だからそれによって体重が減ったことはもう最初からなしにしてるわけで、うんうんうん、終わった後にどれだけ体重が減るかっていうのを見てる、はいはいはい、でもう本当科学的に見てるんですよね、うんうん、1901年実際にこの実験がスタートします。午後9時10分その一人目の患者さんが亡くなりました、うん、この方は結核を患っていた患者さんで、うん、なぜ結核を患っていた患者さんが選ばれたかっていうと、うん、結核患者の人はですね亡くなる直前に暴れたりすることがないと、うん、もう意識を失っちゃうから体重が測りやすかったっていうのが一個あるらしいんですよ、はいはいはい、で亡くなってそのさっき言った不感蒸説っていうのが終わった後に、うん、体重計が少しですね、うん、カタンってきしんだんですよ。ほう、この亡くなった患者さんの体重が減りました。うーん、軽くなったと。軽くなりました。では問題です。はい、この亡くなった患者さんどれぐらい減ったでしょうか。どれぐらい、はい、まあ、まあ僕はもうね人が亡くなってるところを目撃したりしてますし、はいはい、親戚とかが。でもそういう時にやたらはいはい、軽くなったとかっていう覚えはないんですよ。まあそんな持ち上げたりはしないですけど、うん、そういう話も聞かないんで多分誤差の範囲だと思うんですよ、うん、いきます。はい、ズバリ2トン。そんなわけねえよてめえ。おい、トラックじゃねえか2トンって。正解はですね、はい、21g です。この21g が魂の重さじゃないかと。そういうことです。はあはあはあ、まあこれあくまでですね1回目の実験じゃん、うん、彼この実験を計6回行ってるんですよ、うん、ちょっとその結果も全て今ご紹介します。はい、2人目の患者が 46g、 3人目が 43g、 4人目測定不能、5人目が 11g、 そして6人目が測定不能という結果でした。6人中4人が実験成功、うん、でまあ大体11から 46g ぐらいの範囲で減っていると、うんうん、でなんかねこの測定不能になってる時っていうのは、うん、他の医者から妨害が入ったみたいで、へー、なんか要は魂なんてあるわけねえだろぜがいて、ああ、そんなくだらねえ実験やってんじゃねえよっていうやつらに邪魔されちゃったんだって。へー、
ていうのがもろもろあって、ほうほうほう、でですね、このダンカン・マクドゥーガルという医者はですね、うん、発表しているわけじゃないんですよ、うん、実は。なるほど。あの彼はあくまで科学者なので、うん、しっかり証明したかったんですよね。はいはいはい。でそれを仲のいいなんか師匠みたいな人に実験の結果とかを手紙で書いたりしてたんだよね。はいはいはい。それがなんかどっかからリークしちゃって、はあはあはあ、その新聞に載っちゃったんですよ。なあ、魂の重さが 21g であることが判明みたいな。まあちょっと面白いもんね。そう、うん、で彼としてはちゃんとした結果が出てないのにそれが出るってことはあんま本意じゃなかったんだね。なるほどなるほど。あくまで科学者なんだね、そこは。そう、もうちょっとちゃんと調べてから出したかったのになっていうのもあったんだけど、うん、まあ出ちゃったから、うん、はいはいはい、そうですね、一応11から 46g でしたみたいな記者会見じゃないけど、あ、はいはいはい、開いて発表してるって感じ。なるほど、うん、要は魂には重さがありそう、うん、6人中4人成功してる時点でね、うん、ちょっと実験続きがありまして、うん、人間以外には魂の重さがあるんだろうかっていうのが気になって、確かに確かに、うん、犬で実験しました。15匹の犬で実験したところですね、うん、なんと犬には魂の重さがなかったと。あー、そうなんだ。じゃあなんか魂じゃない気もするけどね。あ、逆に、うん、なんか人間だけ特別なわけなくない？あ、犬にもあるんじゃないかと、うん、あるとか、で、減らなかったってことは多分何らかの現象が起きてるだけなんじゃないかなって思っちゃうな。なるほどね、うん、まあ可能性はありますよね、うん。まあ、結局ですね、はい、ダンカンの実験はサンプル数がちょっと6っていう少なさ、うん、そして不感情説、死後体内から出る水分っていうのが正確に測るのは結構難易度が高いっていうところで、うんうんうん、実験自体がそもそも曖昧なんじゃないかと、うん、っていうのもあって、まあ、本当に魂っていうものがあってそれに重さがあるのかどうかっていうのはちょっと現在では結論付けることができないっていう、うん、まああとな、そもそも魂に質量があるのかどうかっていう、そう、難しいっすね。まあないと思いますよ。はい、多分ね、うん、ないんじゃないですかね。ないんじゃないですか、うん。お前都市伝説 YouTuber やめたの？もうやめてはないんですけど、最近思ったんですけど、うん、都市伝説 YouTuber でもないのかなってなんかそう思い始めました。俺ら果たして都市伝説 YouTuber なのかって言われると、うん、うん、魂と一緒ですよね。はい、なんか 21g、 って感じやね。わからない何らかに関わってるだけで。なるほどなるほど。まあないっすよね。ないんかい魂魂ないですね。魂ないんだ。でちょっとですね、うん、付随して似たような感じで、うん、ちょっと知的好奇心をかきたてられるものがありまして、ほう、それがですね、あの、はい、頭部移植の話なんですけど、ほうほうほう、なるほどなるほど、はい、実はですね、頭部移植も成功してるって知ってました？頭部移植っていうのは、はい、脳みそですか、それとも、もう首から上だね。ああそうなんだ、うん、成功してるんだ、うん、へえ。で、あのこれはですね、はい、だいぶ前から、はい、試そうとしている人たちがいっぱいいたんですよ、うん、実際に1950年代ソ連でですね、犬の頭部移植をしてまして、これはですね、体と頭が激しい拒絶反応を起こしちゃって、うん、失敗に終わってたんですよ、はい、ただ2000年代になってからちょっと研究進んでて、うん、イタリアの医者セルジオ・カナベーロという方が、うん、今この頭部移植会を牽引してる方なんですよ、うんうんうん、でこの人めっちゃすごくて、はい、2016年に猿の頭部移植にまず成功してます。すごいな。2017年ラットの頭部移植に成功してます。はいはいはい。でこのラットに関しては首と体が交換してんだよ、うん、その後に歩いてる様子の映像まで撮ってるよね。へー、でも完全成功。はあはあはあ。でその後ですね、2017年11月、中国の病院と共同ですでに脳死してる患者2人の頭部移植をしまして実験に成功してるんですよ。脳死した人の体をもらうって感じかな、うん、脳死してる人同士の頭と体を交換するって感じ。おうほうほう。もうなくなってますよね、はいはい、頭はね、頭をそうで血管だったり神経だったり全て接合しまして、はい、交換できてるんですよ。なるほど。要は意識は2人とももう脳死してるからあれですけど、そう、これが成功してって動物実験ももう成功していると、はい、っていうので次は生きている人で頭部移植をしようと、はい、
で実際にですね、うん、頭はちゃんとしっかりしてるんだけど、うん、車椅子生活を余儀なくされている方がやりますと、うん、私が被験体になりますっていうので決まってたんだけど、はいはいはい、ごめんなさいやっぱ怖い、うん、っていうのちょっとやっぱなしで、はい、申し出を撤回して、はい、結局なしになっちゃったその実験自体が、はいはい、今だから言われてるのが果たして頭部移植をした場合、うん、どうなってしまうんだと、うん、魂はな、うん、これ今ねすごい議論されてるんですよ。はあ、何をもって人格を形成してるのかってことだよね。そういうこと。ボディなのか脳なのか気になるね。でこれね今ねいろいろ言われてるんだけど、はい、こうなっちゃうんじゃないかみたいなのが一つだけあって、うん、たまにさ例えば心臓を移植する人とかがいるわけじゃん、うん、例えばじゃあ俺が心臓病です、うん、健康でまあ何かの不慮の事故によって亡くなった方の心臓を移植しました、うん、この移植した側の人が、うん、亡くなった方の記憶が継承される思い出すみたいな聞いたことない、うん、うんうんうん、なんかうっすらあるでしょ、うん、でそれちょっと世界中でいろんな症例報告があって、うん、もらった人があげた人の記憶を転移してる、はいはい、うん、まあ、これ記憶転移って言うんですけど、はいはいはい、っていう現象がいくつかあって、うん、果たしてだからどうなるんだ、ああ頭部なんてものを移植しちゃったらどうなっちゃうのっていう、もしかしたらこの手とか腕とかも全部だけど、うん、体が記憶してる可能性もあるのかも。可能性あるかもしれない。こう脳だけじゃなく、うん、会話だけじゃなくて全体での可能性はある。なんだろうね。結局記憶はありますだけど、うん、じゃあ果たして人格魂は何なのか。そういや面白いですね。僕ルートダイナマイトってことでしょ。魂の重さ実験でした。魂とは人格とはみたいだね。そんな感じですね本当に。いやでもこれいつもと違ってありませんとかじゃなくて近未来の話ですよね。そうだな。近いうちに分かるかも。近いうちに分かるんじゃない、うん、何をもって我々の人格を形成しているのかっていうね。いやマジで魂があるかもしれない、ね、あるかもしれないし本当に分かんないですよ。はい、散々やってきましたが、はい、これらの魂のメカニズム解明される日が来るのでしょうか。極太の見解をお聞かせいただきたいと思います。はい、やっぱスピリチュアル的なとこもありますし科学で全てを解明するっていうのは難しいのかもしれないんですけども一つだけ言えることがあります。はい、魂のメカニズムが解明できるかどうかは分かりませんがお前らの魂は消滅した方がいいです。絶対に言わない方がいい。そんなことなるべく早めに。本当にだから一生好かれてないんだよこのチャンネルは。なんかやんわりやんわりだよ。全部とは言わない。やんわり嫌われてる。嘘でしょ。まあでもな、うん、まあわかんないやついるよな。お前まで言うね。多分このチャンネルが嫌われてる9割は俺だと思ってるけど。95%。え95%お前。95%お前、うん、それはそれでイラッとする。全員消滅しちゃえばいいね。以上極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。精神科医はなりすましを見抜けるのか。ローゼンハン実験ご紹介していきますよ。要は偽ってうつ病患者ですとかってこと。まさにです。はいはい。とある医者がちょっと疑問に思ったことを実験にしてみたというものなんですけど、うん、例えばコウスケは人を見る目があると思う。自分にあります。黙れよ。おいリップサービスだろ。っていうことで本当に人は人の本質を見抜けるのか、うん、何かしらのね偏見とかを持った目でうがった目で見てしまっているんじゃないか、うん、そういう気持ちになるような実験です。はい、早速やっていきましょう。どうぞ。僕ルートダイナマイト。1973年、世界的に有名な科学雑誌サイエンスというところで論文が発表された研究でして、はい、内容がですね、精神科医は健常者と異常者を見分けられるのかという内容でした。まあこれってさ、よくさ殺人とかでさ、うん、正常な判断ができない異常者だった場合ってさ罪が軽くなったりするじゃん。そうなんですよね。だからこれでは見分けられないと非常にまずいですよね。まずいです。特に日本の裁判だと医者が書いた証明書っていうのは、はい、参考にしかならないんですよ、うんうんうん、裁判所が結局最後は判断することになるのね。その状況とかを感じて。なるほどなるほど。でもこの当時のアメリカっていうのはですね、はい、精神科医があなたは精神異常者ですっていうふうに認めてしまった場合、うん、それはもうそうなっちゃいます。つまり精神科医のパワーがすごい強かった時代なんですよ、うんうん、この実験を行ったローゼンハンという方、この方も精神科医です、うんうんうん、この方はですね、この社会に対する精神科医の影響力の強さっていうのと精神科医それぞれの技量っていう
のに疑問を持ちました。こんなに俺たちは力持ってるけれど本当に精神異常者を見分けられてるのかと、それが謎だったんですよ。なるほど、その権力と技術力が果たして見合ってんのみたいなっていうので実験を開始します。今回2つの実験が行われます。まず1つ目がですね、精神異常者になりすまして精神病院に入院することができるのかっていう実験です。実験に参加したのは全部で8人、3人が女性で5人が男性、男性のうちの1人は老前犯自身です。ほうほうほう、自ら実験に参加しています。なるほど、まあ、どういう風になりすますのかっていうと、めっちゃ簡単で幻聴が聞こえるふりをしました、具体的に言うと声が聞こえるとか急にドスンって音が聞こえるんです、みたいに言ったんですよ。はいはいはい。でこれはですね、過去にそういう症例がないものを選びました。つまりドスンって聞こえるなんて精神異常者は今までにいません。なるほどなるほど。だから過去にいる症例があると、あ、じゃあ君それ多分精神異常だねってなっちゃうから、あえてそうじゃないものを老前犯は選んでるんですよ。はいはいはい。本当の意味で精神科医が見分けられるのかどうかっていうのを確かめようとしています。なるほど。結果的にどうなったのかと言いますと、はい、衝撃的なんですけども、8人全員が入院することになりました。あー、すごいことだね。嘘なのに。8人のうち7人が統合失調症、残りの1人が双極性障害というふうに判断されます。なるほど。躁鬱ですよね。実験はちょっと続きがありまして、老前犯はまあ自分もそうなんだけど、その実験参加者たちにですね、君たちは入院した後すぐにもう大丈夫なふりをしてくれと、いうふうに言いました、もう幻聴聞こえなくなりましたって言って、なんなら看護師さんたちちょっとお手伝いとかして健全であることをアピールしたんですよ、でも精神異常者っていうレッテルを一回貼られてるから、もうそういうふうにしか対応されなくなってしまったんですよ、ね、なるほど。結局ですね、平均で19日間入院していました、最短で7日、最長で52日入院することになってしまったと。まあ多分精神のものだから、なんか経過を見ようっていうのがあるかも。いくらね、そう、治った、表が言ってても、だって急にさ、あ、ドスンドスンって音が聞こえるんですって言ったやつが、あ、もう大丈夫っすって絶対やばいもん。やばい。逆にやばいかもしれない。そう、なんか躁うつの躁状態なのかなとか思うもんな。そうだね、でですね、治ったって言ったんだけど、退院する時の条件として書類に自分自身が精神障害者であることを認めるっていうところにサインをしろと、って言われて、抗精神薬を服用するっていうことを条件に退院できたんですよ。なるほど。入院中はですね、看護師とか医者に何をされたのかっていうのを全部メモするように指示されてました。はいはいはい、はい、でそれがですね、精神科医たちからしたら筆記行動っていう妄想型統合失調症の症状だっていう風に決めつけられちゃって、なるほどなるほど、これはもう糖質も出てますっていう風になっちゃったんですよ。なるほどね。彼らが何をしてももう精神異常っていうことに結びつけられちゃったっていう事実がありました、はいはい。ただですね、そんな中この8人があなた精神に異常ないですよねって見極めたやつらがいます。すごい。それが精神病院の患者さんたちです。本物の患ってる方は気づくんですね、気づく。なるほど。あなたたち違うよねって、はあ、これ面白いのが、なんならこの老前犯いるでしょ、この実験を開始した本人、こいつに関してはもしかして学者さんみたいな、なんか調査しに来たのっていう風に言われて、なんでめちゃくちゃ見極められてるんですよ。すごっ。医者とか看護師は一人も見分けられてないよね。患者だけ見分けられました。はあ、面白い。つまり精神科医や看護師っていうのは決めつけちゃってるから、あ、偏見を持って接しちゃってるんですよ。なるほどね。っていうのがここで判明してるんですよね。はあ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 、いやこれすごい実験だよ。めちゃくちゃすごい実験。ちょっとこっからですね、もっと面白くて、この老前犯はこの病院に対してですね、何も言わないで実験をしていました。だからそれに対してちょっとね、怒った精神病院があって、あの、君なんか変なことやってるみたいだけど、うちは精神異常患ってるかどうか余裕で見極められるよっつって、送り込んでこいよって喧嘩売ってきた精神病院があったんですよ。ほう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 。老前犯はその提案乗りましたって言って、へー、あの、じゃあ送り込むんで誰が精神異常者だったのか後で報告してくださいっていう風にバチバチにやり合うわけですよね。はあ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 、めちゃめちゃ面白くなってたよ。具体的にはですね、3ヶ月間の間に1人以上偽の精神異常者を送り込むので、あなたたち見破ってみてください
っていうふうに言って実験が開始されました。精神病院はですね、この3ヶ月の間に193人の方が入院されました、うん、で41人が偽物ですっていうふうに見極めてます、うん、で残りの42人はちょっと偽物の疑いがあるっていう風に言ったんですよ、うん、はい、まあ、つまり193人のうち83人が偽っぽいっていう風に精神病院側は言いました、はい、でこれ衝撃的なんですけど、ローゼンハンはですね一人だけ、ローゼンハン彼は一人も送り込みませんでした。嘘じゃないか一人送るって言ったじゃないかでも誰も送ってない、はあ、つまり精神病院はもう精神異常者を見分けることができなかったんですよ。なるほど、83人疑ってんだよ。そうだね、もうだから病院側が殺人鬼とかに対して精神異常かどうかっていうのはもう見極めちゃいけないんですよ。なるほど、この実験をやっていく中でですね、はい、精神異常者のふりをした参加者たちっていうのは、うん、ちょっとねあまり良くない扱いを病院側から受けてたりするんですよ、うん、例えば人間を物のように扱っている人がいたりとか、はいはい、精神異常者だからってトイレを覗いてきたりとか、はいはい、目の前で悪口を言われたりみたいな、そういう経験をした方もいまして、うん、そういった偏見にまみれている場所が精神病院ですっていう風に精神科医が言ったのね。すごいね、うん、立派な人です。正義があったんだね、うん、そういうことだね。国分とダイナマイトということで以上、精神異常者を見極めることはできないローゼンハン実験でした。いや俺これかなり面白かったですね、うん、あの最近の極太の中で一番好きな回ですねこれやばいよね。当たり回です面白いですよね。面白い、無理なんですよ見極めなんて。あくまでその精神病院っていうのは、うん、そういう傾向がある人に対して薬とかでこう対策をしてくれるものだ、うん、みたいな。そうだね、まあ、ただ実験の問題点っていうのもあって、うん、そもそも異常者のふりをしたやつなんて来ないっていうね、病院にはとかいろいろあるんですけど、うん、まあ、少なくとも見極められないってことではもう確実なんで。あ、じゃあな、殺人事件とかのそうっていうのはもうどうしようもないな、うん、どうしようもないね、無理です。責任能力があるかどうかなんていうのは、人はそんなね心理のところまで見極めることはできないんですよね。これは見解も何もないパターンですかね。また事実なんで見解はそうね、一応できません、見極めることは。あ、確かにそういうことになりますね。そういうことです、はい、いや面白かったっすね、実験シリーズ。また何か面白いの持ってきてほしいですね。はい、任せてくれよ初めて見るキャラでしたけどまた次回の極太でお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。ということで以上、人体実験総集編でした。はい、いやマジでおもろいな。やっぱ今できないやつとかあるのがいいね。ああ、そうね、倫理的にね。やっぱチンパンジーと一緒に赤ちゃんをね、マッドサイエンティストだね本当に。自分の子をね、すごかったね。まああんまりもうね人体実験ないなって思ってたんだけど、ちょっと頑張って探そうかなって思った、うん、ああそうだ、今回のね、うん、また見つけれたら新しい人体実験シリーズ、はい、極太でやるかもしれません。じゃあまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。極太のおまけ都市伝説コーナーよ。おまけ都市伝説コーナー、略しておまとしのお時間です。はい、今回はですね、はい、肛門にボールが入ってしまいました。おまこうだな、 なはいはいはい、おまとしじゃねえなおまこう、おまこうだなこれこれが本当のおまこうなのかもしれません。で偽物のおまこうということで、ね、ちょっとこれはすごく個人的には好きな画像でした。うん、いつも通り極太の公式ツイッターの方で公開しますので、はい、公式とコウスケと僕のツイッターを全部フォローしてください。お願いします。ではお見せします、どうぞこれはねちょっと芸術点も高いね。これすごいよね。これはねなんか芸術だね。うん、気持ちいい。そうきたかと、うん、これは数々の肛門の遺物見てきましたけれど、これはなんか額縁に飾って入れてもなんかこう問題ないというか問題あるだろう。なんかすっぽく見えてるよね。逆にというか、いやまあ順に順に順かな、順。すごいですねこれは。まん丸だね。うん、円って美しいんだな。これを入れることによってこの人には何点入ったのかってとこが気になりますよね。そういうゲームじゃねえんだよ。0点ですよ取り出せなくなってんだから
0点でした。0点です。皆さん、趣味というのは他人に迷惑がかからない範囲で楽しみましょう。その通りです。以上、極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。